こんにちは、こんばんは。あら、ちょっと待ってね。ちょっと待ってくれよ。こんばんは、聞こえますか？おっす。すいません、カチューバさんこんばんは、ミーマさんこんばんは、おいおい 0001VG さんこんばんは、シュリさん誰さんだ、はい、聞きます。はやべ、なんとか原さん、また俺忘れてしまった呼び方を教えてくれ。何原さんだっけこれ。音映像 OK、 ありがとうございます。ち聞こえます。バナさんに一緒のお願いします。マイム教室の視聴者、マーボーナスカワ天津飯、通称マボテンのことをご存知かどうか聞いてほしいです。ん、ご存知かっていうか俺は知ってますよ、はい、六本木で会いましたんで。ええ、マボテンのことは俺知ってるよ。こんばんは井上直樹の妻チュース。本当にボクシング嫌いなのにいつも出てくれるね。でもありがたいよ、ありがとうね。うん、本当にスパチャもしてくれるもんね、いつもね、ありがとう。白熊さんこんばんは、 H さんこんばんは、ドライパーシモンさんこんばんは。ちなみにね、俺本当に、まあ、もう早速なんだけれども、今週の、まあ、末に、那須川会長と、対談するんですよ。で、皆さんどんな質問聞いてほしい？うん。どんな、なんていうのかな、こう、那須川会長に前向き教室見てます。いやもう全然見てくれてるみたいです、はい。考え方好きだよって言ってもらえたのですごい嬉しかった、はい。18日のチケットがいきなり完売となったけん、興行のね、うん、子育て論、はい、確かに。ここら辺は本当はね、井上慎吾さんとかも混ぜて本当は話したいよね。天使の最終目標、ゴールが知りたいです。今日ジョビンはいないの？今日はいないね、水曜日だもん、はい。ジョビンが息子いじった、あの格言をってことね、はいはいはい。ザマッチのルールは公平だったと思ってるか聞いてほしいですね。おー、はいはい。ジョビンチャンネルのメンバーシップに入るか迷ってます。おお、いいんじゃない？入っても。うん。ただ僕もうちょっとメンバーシップ始めるので、ええ。どちらかにと言うんであれば俺のに入ってください。でもまあジョビも面白いからね、うん。あーやべ、なんかさすがにちょっとチャットが多いな。天心のフットワークはムーンウォークに見えた。それは嘘だろ俺はマイケル・ジャクソンのムーンウォークは俺かなり評価していて、
さすがにそれは嘘だろ。ドーピング問題について、おー、はいはい、いつからメンバーシップ開始ですか。俺の気分ですけれども、一応ね、本を10月の、10何日だっけ出版日が、もう言われたんだけどね、ちょっとすいません、はい、忘れてしまいました。でも10月の中旬に出るんですよ、はい。そのタイミングで、はい、ちょっとまあいろいろやろうかなと、うん、考えてます。井上慎吾さん、慎吾さんとブレイキングダウンで勝てるか聞いてほしい。アホかもう、そんなの。バレンイベントは休日ですか。んー、まあちょっとはい、休日にやろうとは思ってますけどね、はい。もちろん、まあいくつか、まああるんだけども、俺いつもね、なんかまあ聞きたいことは一応まあ箇条書きにしていくんだけれども、相手と話したりしてる中でさ、あ、こういうことちょっと今聞いてみたいなっていう、俺どっちかっていうと俺はフィーリングを大事にする人だからね、うん。もちろん聞きたいことは山ほどあるよ。うん。だけれども、ただただ、やっぱりね、会話をする中で、すごいね、この間も電車で二人で隣になった時に、やっぱり、話してて面白いなと思ったし、うん。まさか会長に前向き教室のゲストに出ませんかって聞いて、いや、前向き教室で撮るんですよ、はい。アマチュアキックで平本蓮に、へー、天心負けてるんだ2回、知らなかった俺その情報。タケルロッタン勝敗予想、あー、はいはいはい。バレンさんイベントやるんですか。やりますよ。出版イベントというか、はい、ちょっとこう著者っぽくサイン会とかやってみようかなと思ってます。お、アリナさん800円ナイスパ、こんばんは、ありがとうございます。え、なにこれ、こんばんはだけのためのスパチャ、ありがとう。アリナさんは VG ですよね、きっと、はい、もう VG のお手本ですね。なおひとさん500円ナイスパ、ふとばれさん、お疲れ様です。会社員時代に毎日通勤で会社まで走って、事務後に自宅まで走って帰っていったのは本当の話ですか？はい、本当の話ですよ。やったんですよ、俺、これ。なんだっけ。ちょっと一時的なんだけれども、岩渕選手に負けてから、次のキム・ミヌク選手とやるまでに、俺には体力がなかったから俺は岩渕選手に負けたんだって俺は思ったんで、ずっとやってました。でキム・ミニクとやるまでだから、またその3ヶ月ぐらいだけれども、はい、ずっとやってましたよ。でもやっぱり本当にスタミナついたな、あれで。うん。東京一さん320円ナイスパ、今日間違いなかったでしょ。まだ、新参なんでお尋ねしたいのですが、スパチャした後にいつもなんて言ってるんですか。ナイスパ、あ、ナイスパです、ナイススーパーチャットで、ナイスパ。はい。だからみんな、ナイスパ、ナイスパって、この後書いてくれるんですよ。俺は自分が編み出した言葉だと思ってたら、全然違いましたね。東海太郎ラブさん、320円、ナイスパ。ありがとうございます。コメントはないけど。バネさんの本にバネさんのサイン書いて、メルカリで売っていいですか？ぶっ殺す。ね、なんか俺も泣くね、そういうの見たらね、泣くよ。
ちょっと。でもね、逆に言うと、あ、メルカリで売れると思ったぐらい価値のあるものだって持ってくれたんだなって、反対に俺喜ぶかもしれない。前向きだから俺。山野井龍太さん320、ナイスパ。天心がバンタム級で世界を狙うのか、スーパーバンタム級で世界を狙うのか、那須川会長に聞いてみてください。あ、それは確かに聞きたいね。うん。実際にね、どの階級でやろうと思ってるのかとか、うん。やっぱり武井とのことだとか、うん。そういうことやっぱり聞いてみたいよね。ただまあ、ぶっちゃけ俺が思うに、会長は会長なのよ。うん。で、いろんな目をなんか見てて、その、なんて言うんだろうな、会長は天心のお父さんだけど、天心じゃないじゃん。でしょ？うん。なので、なんかあんまり天心はどう思ってるか、こうなのかとかっていうのは、俺ね、なんかそこまで身のある話になるのかな、それはっていうのはちょっと思ってる。スリーシスターさん、1111円、ナイスパ。ちょっと待ってください。スリーシスターさん1111円、ナイスパ。バレーさんこんばんは。小国選手は好きな選手の一人なので、小国選手の動画ありがとうございました。とんでもないです。カシメロに勝ってほしいですね。もちろん天心選手のお父さんへの質問は、怖いことへの向き合い方を聞いてみたいです。おお、はい、あ。バレーさんにアドバイスをもらった家の猫も2キロ超えました。お、早いでしょ、成長が。毎日娘たちと癒されてます。キジアンドトラちゃんは体重何キロになりましたか？今夜もニアイスパ、ナイスパです。キジトラはね、今ね、トラキジど、まあ、ちょっとトラのがちょっとちっちゃいんだけど、トラが多分 5.5 キロ、キジが今 5.67 キロぐらい、まあ6キロ弱ぐらいだったと思う。はい、かなりビッグキャットなんですよこいつら。でかいよマジでね、大きい方なの。コーネリウススキピオさん200円、ナイスパ。タケル選手では過剰なまでに天使に有利すぎるルールと条件になったが、どうやってルールを交渉したのか。あー、確かに確かに、うん。まあもちろん聞ける範囲はあると俺は思うけれども、うん、確かに、うん、どういう風なね、うん、感じでルールを交渉したのかとかね、うん、確かに。ジョビンとボクシングスパ見たいよ。ああ、いずれやると思いますよ。あのバカが多分、バイオリンさん俺にビビってんすよ。ボクシングスパイリングすんのとか言ってるみたいだから。いいよいいよいいよ。言わしとけ言わしとけ。本当に。はい。大丈夫です。皆さんきっちり見ますから、いつかは。はい。だけど、そのね、俺があんまりなんかああいうのあんま好きじゃないのが、一応俺のチャンネルはね、なんだろう。俺が語ることに興味を持ってくれる人、を俺は集めたいのよ、うん。チャンネルっていうのは自分がやることのファンが集まるのね。例えば俺がボクシングの動きしたりなんなんやったりしてバッと集まってくんのってね、野次馬根性でちょっとパッて行ってみたいやつだけなのよ、うん。そういうやつって普段俺が話したりする哲学的な話だとかね、ボクシングの話、格闘技の話、そんなもんに興味なんかないのよ、そういうやつらは。わかる？うん。で、俺的にはそういう人間たちを自分のチャンネル登録者に集めたいという気持ちがないのよ。うん。俺がいろいろアクションしてるのが見たいんであれば、角エビボクシングに来たらいいじゃん。うん。俺いるよ。3時以降。でしょ？うん。簡単な話なのよ。なので、なんていうのかな、そういうおバカたちを集めてしまうとね、そういう人たちでチャンネルにの登録者が増えるでしょ？ね。SNS っていうか、その、まあ、すべての SNS そうだと思うんだけど、特に YouTube はそうなんだけど、YouTube って3段階の評価システムがあるのよ。動画出すでしょ？まず動画を出した時に、1、自分の登録者がいっぱい見てくれてるか。なんで、クリックしていっぱい見られたならば、YouTube 側で、よし、これはいい動画なんだと思って、今度は、ね、
その関連動画、関連的な動画を好きな人に自分の動画を紹介すんのよ。これが二つ目。で、この自分の好きなことの関連系が好きな人たちのクリック率も多く、動画を長く見られた場合には、よし、全く関係ない人たちに動画を広げてみよう。言って、この3段階で動画って増えていくんだよね。わかる？うん。そうやって動画っていうのは増えて、いろんな人に何十万再生とかっていう風にされるようなアルゴリズムを組んでるように俺は感じる。今のところね。そう。そうなってくるとね、悪いけど、じゃあ俺がボクシングこうやって見せて、ああ、それによって、ああ、この人は喧嘩自慢が、みたいな感じで来たバカたちがよ、少しでも増えるということは、俺が哲学的な話をした時とか、普段のこうボクシングの、お話をしたとき、格闘技の話をしたときのクリック率が悪くなんだよ。なんでかっていうと、そいつらはそういうアクションしか興味がないから、クリックしないんだよ。クリックしないということは、俺の登録の中で、ね、登録者の中で、これはいい動画だと思って評価してくれる基準が下がるよね。わかる？うん。今までは、ね、じゃあ、90% や。今までは動画出せば 80% の人がクリックしてくれていた。にもかかわらず、その人たちが入ってくることによって、ね、同じ量の人たちはクリックしてるんだけど、70% しかクリックされなくなってくるじゃん。俺はそんな状況に自分のチャンネルをしたくないもん。はい。俺はいつも言ってるけども、俺は別にみんなが俺のファンに なってほしいと俺は思ってないの。いらんやつは俺いらないから。俺に興味ないやつは別に来なくていい。俺がやることに。はい。願い下げです。俺からしてみると。なので、だからやらないだけなんですよね。デッサン800円、ナイスパ。天心、やば。デッサンじゃなかった。先に言わないといけないなったな。ごめんね、ちょっと。ああ、いや、いいのか。デッサン800円、ナイスパ。天心がタケルと58キロでやると、天心が有利と散々叩かれるのに、井上がタンクとスーパーフェザーでやるのは、井上が有利と、言われないのはなぜなぜ？それは多分、井上の階級でタンクがやろうとしてないから。はい。井上がタンクとやるっていうことになった時には、絶対に、はい、タンクの階級に、タンクにより近い階級になります。もう間違いないです、これは。はい。もちろん、タンクが井上に近い階級でやるんであれば、井上の方が有利だよって言われると思うよ。はい。間違いなく。でも絶対にそんなことはない。まあ、タンクの方が、やっぱり、タンクと言うと、やるとなると、タンクが A サイドだし、タンクの方がよりお金も、持ってこれるし、うん。なので、ね、で、階級が上のチャンピオンだし、うん。全勝だし、はい。なの、だから、まあ、ここはもう、なんだろう、しょうがない部分だと俺は思うけど、おっくんさん800円、ナイスパン。バレン君の存在は現役の時から知ってましたが、試合を見たことなかったです。あら、YouTube で初めてバレン君のタイトルマッチの KO を見て感動してしまいました。感動してしまいましたって言わないで、感動しましたって言ってよ。安いけどファイトマネーにどうぞ。ありがとうございます。今まで現役だったら絶対見に行ってた。本会に来ます。ありがとうございます、おっくんさん。サンキュー、800円、ナイスパ。サンキューです。結局ね、例えばじゃあ、竹原さんとかも、なんだっけ、喧嘩自慢の人たちを、バンバン、やってるじゃん。で、あれがすごい再生数になってるでしょ？ね。あれすごい再生数になってるってことは、それに興味のある人たちが来るんよ。ね。興味のある人たちが来るっていうことは、他に竹原さんが普段ね、じゃあちょっと座って、誰か呼んで話したりすることに、興味ないんだよ、そいつら。でしょ？なので、そうなってくると、すげえ再生数出すのに、何回も喧嘩自慢ぶん殴ってないといけないっていう状況が生まれてくるわけ。俺は嫌なの、それが。はい。そこに意味があると俺思ってないんだよね。なので、なるべく自分のチャンネルではそういうことはやりたくないの。バレンさん、なんで現役の時に YouTube やらなかったんですか？何言ってるんですか？僕は現役の時 YouTube やってましたよ。TKTN さん1600円、ナイスパ。バレンさんにとって結婚を今後するのとしないのとでは人生の幸福度はどのくらい違いますか？わかんねえよ。僕は一人で生きていくと考えると孤独に打ち勝てる自信がありません。うん。俺もね、できれば結婚はしたいなと思っている。
が、俺ね、結婚って俺の中では目的じゃないんです。はい。なんか、孤独に打ち勝つ自信がないから結婚しようとしてる人たちって、結婚が目的になってると思うんだよね。うん。だって結婚さえすれば孤独じゃないって思えるわけでしょ。はい。嫌なやつとだったら、はっきり言うけど、孤独の方が全然いいよ。マジで。うん。俺は結婚はツールって考えてんの。ツールっていうのはナイフとかフォークみたいなもん。ね。なんであなたはナイフとフォークが使いたいんですか？目の前にお肉があるからです。なんだよ。俺の考え方って。だって、肉がなかったら俺ナイフとフォークいらないもん。っていう考えだから。そう思うと俺にとって結婚はツールだから、結婚をすることで、ね。なんて言うんだろう。こう、その人を幸せにできる。その、幸せにしたいと思えるぐらいの人。うん。この人と結婚したら、俺の人生もより良くなるだろうな。楽しくなるだろうなって思える人がいたら、僕すぐ結婚します。はい。でも、なんて言うんだろう。こう、あ、俺は絶対ナイフとフォークが使いたいんだと思って、肉は探しません。ええ。食べたい肉がバッて目の前に来たら、よし！じゃあそっからじゃあナイフとフォーク探そうか。っていう感じで俺は動くので、僕の考えはそんな感じです。なのでまあ、一人で生きていくと考えると孤独に打ち勝てる自信がありませんっていうのはちょっとね、それはむしろ俺、そういう人は結婚考えない方が逆にいいと思うよ。うん。そう。だってそれはどちらかっていうと、その人といることで、その人の、なんかこう、その人、がそばにいてくれることにあなたは依存するってことやろ。その人に依存しなくてもお金とかそういう面で、その人がそばにいないと自分はダメだと。うん。いや、その存在自体に依存してしまうってことやろ。うん。で、俺が思うに、そういう人を逆に奥さんの方は、まあまあ奥さんの方がそういう人でいいって言えば別にいいけれども、自分のがいることに依存してしまっている人をそこまで愛すことは俺はできんと俺は思うけどね。どうなんだろう。そういうのが好きな女性とであればいいんじゃないのかな。うん。俺は一人でも楽しく生きていく自信は俺はあります。はい。ただやっぱりそれでもね、やっぱりこう動けなくなったり、やっぱりジジイになってね、わかんないじゃん。今みたいに活発的に動けなくなるかもしれないし、なんでその不安は俺はある。不安はある。でもなんかその不安を打ち消すために結婚したいなとはちょっと思わないです。あ、ちょっと待ってね。やばい。ちょっと待って。みーさんごめんなさい。今ね、YouTube ライブ中なんですよ。はい、すいません。了解です。もちろんです。はい。大丈夫です。はい。今ね、みーさんって言って、彼女もまあ、前向き教室の視聴者の一人なんだけど、僕の恩師の S さん、はい、僕が会社クビになった時に、なんていうの？すぐに再就職させてくれた、人がいるんだけれどもね、僕の、まあ、恩師のような人ね、その人のお姉様、はい。そうで、みーさんは多分今日見てなかったんだと思う。はい。で連絡が来ました。すいません。シュリさん500円、ナイスパン。ボクシングから派生して、いろんな話に及ぶから、他の格闘系 YouTube と違って面白いんですよ。会長には、ナスは皮を剥いて食べますかって聞いてください。アホか。ね。結構昭和な兄貴気質の人なんで、まあまあそんな舐めたこと聞いたら殺されると思うよ。皮を剥いてか。ごめんね、ちょっとすいません、感じが弱くて。お、白倉健一さん、なんか久しぶりだね。1000円ナイスパ。こんばんは。5歳の岩虫男子の父親です。いいじゃん、5歳で弱虫はちょうどいいよ。うん。自分の弱さを知るっていうことは、強くなるきっかけになるしね。那須川会長は、天心を5歳から空手を習わせました。ああ。天心も最初は嫌がっていた
とのおびき情報です。みんな最初はそうだと思うよ、うん、だから俺は親の力って絶大だなと思ってる。最初はみんな嫌なの。子供がただただほっとかれて、ね、生きていたんだったら分かります。親がいなかったら誰が格闘技なんかやる、誰がボクシングなんかやる、うん、あんなきついもん痛いもんでしょ、うん、なのでやっぱり親の力ってすごい大きいと思う。人の親としてとても興味があるのが、那須川会長はどの段階で天使に格闘技の才能があると気がついたか、またとにかく続けることで体制できると思ったのか、そのあたりを対談で聞いてほしいです。お願いします。ああ、いいですね。うん。いい、素晴らしい内容ですね。前向き教室的にも素晴らしい、なんかこう、俺のチャンネル的にもすごく沿ってる内容だと思います。ありがとうございます。うん。こういうのね、今日はね、ライブに出てくれたの、本当皆さん、ありがとうございます。コメントね、全部覚えますけれども、できれば、絶対これは聞いてほしいっていう人は、この動画終わった後に、なんていうの、このライブ動画、ね、これライブ終わった後に、必ずアーカイブで動画出ますんで、コメントにもどうか書いて、うん。やっぱり、文字として残ると、俺も後で、確認しやすいから。デーサニア負けたね。うん。でも俺が思うに、やっぱりね、まだ、UFC って MMA の最高峰だけれども、やっぱそれを見ても、MMA ってまだまだ過渡期なんだと思う。うん。まだまだ入れ替わりが激しい時期なんだと思う。いろんなこと、本当に、やっぱり、ね、映画最強と思ったら、どん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 そう。うん。なので、やっぱまだまだ絶対王者、みたいな、ところには、ね、そういう、人たちが来るほどの、まだそこのレベルにはなってないのかなと俺は思った。まだ全然日本人食い込める隙は俺はマジ全然あると俺は思ってる。ボクシングのウェルター級とかの方が俺はより厳しいなと思う。マジで。うん、いずれね、ただもう北米の勢いで言ってたら俺マジでボクシングは抜かれると思う。本当に MMA にね、うん、そうなった時にもうなんだろう、こうその時の MMA のチャンピオンとかはなんかもうボクシングもチャンピオン級、レスリングも金メダル級、柔術も世界チャンピオン級みたいなとんでもない化け物になってると思う。天心は何年プランで、世界にね、うん、何年後に考えてるかとかか、うん。ただ今ね、会長が見てるわけじゃないからね。うん。定見でしょ？コムさん500円、ナイスパ。スーパーライトでタイトルマッチをするため、WBC ライト級、WBC ライト級王者になるヘイニーですが、プログレイスやるんでね。まあ楽しみだよ、俺もこれも。確か10月だっけ、シャクールが王者になってヘイニーが負けて戻ってくる場合、シャクールと戦うのは確定ですか？いや、わかんないよね、うん、避けることはできますか？またヘイニーがプログレスに勝った場合、スーパーライト、ライトのタイトル両方保持はできますか？うん、本当は両方保持はできないが、ガーボンタ・デイビスみたいに3階級同時王者保持っていう、なんか意味わからんこともあるから、本当はダメだけれども、有名な選手、お金取れる選手のためであれば、普通に、団体はそれを OK したりする。うん。良くないことだけれども。なので、あり得る。うん。だけど、ヘイニー勝ったら多分スーパーライト級に行くと思う。うん。シャクールと、なんか戻ってわざわざ戦うことはしないと思う。別にヘイニーもシャクールもすげえ、まあそれもめちゃくちゃ強いよ、どっちも。うん、ライト級だったら一番ぐらいに言われてる2人だけれども、2人が組んで、デイビス VS ガルシアみたいな、うん、デイビスと組んだりロマチェンコと組んだりするほどの、ファイトマネーはもらえないと思うから、なんだろう、この減量、うん、そういう減量区を乗り越えてヘイニーがライト級に戻ると俺はちょっと考えにくいかなとは思ってるけど、まあ分かんない、うん、逆にヘイニーは、ライトに戻って、まあなんだろう、勝った場合でもライトに戻って、
デイビス、うん、ガーボンとデイビスとならやると思う、うん、はい。でもまあもし負けて戻る場合シャクールといきなりやることは俺はないと思うんだよな。一番嫌じゃん、負けるかもしれない相手に。ケンケン12さん500円ナイスパン。男性版インフルエンサーの分析もお願いしたいです。俺ね、男で俺インフルエンサー職業何って言われてインフルエンサーって言ってるやつ俺あんま聞いたことないんだよ。インフルエンサーって影響を与える人だから、例えばじゃあまあ俺もインフルエンサーなのかもしれない。でもあなたの職業何ですかって聞かれた時に、まあ今だったら俺はじゃあ不動産賃貸経営業者、宿泊業者、YouTuber とかコンテンツクリエイター、コンテンツを作る人だとか、うん、ね、わかんない、本も出したらじゃあまあ作家とかになるのかな、うん、そういうことは言うかもしれない。でもインフルエンサーとは俺絶対言わないのよ。だって職業じゃないもん、そんなもん。なので俺からしてみると、そもそも職業じゃないのね、インフルエンサーは。だから俺、男が俺インフルエンサーって言ってんのって聞いたことないの。結果的にインフルエンサーになってしまってるやつはいると思う。でもね、面白いことに女の子で私はインフルエンサーって言ってるやつは結構いる。で、そういうインフルエンサーはどういう感じかっていうのが、俺があのツイッターで上げて羅列した箇条書きにした内容の子たちが多いというふうに俺は思うの。はい。だから私は彼らのことをスーパー売春婦だって言ってんのよ。細川清とバレン800円ナイスパ。こんばんは。那須川会長がジム内の選手が体重オーバーしたことによりセコンドや会長の座を1年も退いた真相に迫ってほしいです。うん。そこまでするのにはかなりの覚悟だと感じました。確かに。また木村実のドーピングに対しての会長の意見も聞きたい。なんだかバレンさんと考えに似てそう。化学反応が楽しめそう。おお、いいですね。確かにね。うん。まあ何か重く受け止めたからやっぱりそうしたんだろう。うん。と、木村実選手のドーピングの件ね。あ、これすごくいい質問なんで、さっきの質問と合わせて必ずこの後の動画のアーカイブにもコメントとして書いてください。ナイスパです。ありがとうございます。ベリーベリーさん。ベリーベリーだね。1000円、ナイスパ。バレンさん、こんばんは。いつもお話を楽しく聞かせてもらっています。ありがとうございます。格闘技じゃない質問で恐縮ですが、質問させてください。バレンさん的に日本の笑いの感覚と海外の笑いの感覚に何か違いありますか？ありますね。うん。日本の笑いの方がなんか深い感じがする。うん。ちょっとなんかね、深いっていうのがね、なんだろう、この意味を読み取るのに、より深い感じがする。うん。海外、まあまあ、ちょっともうなんかこれ言うとなんかディスってるようになるけどね、海外の方がなんかその、裏の裏の裏の裏まで読まなくてもなんかわかる感じの笑いが、笑いな感じがする。うん。と、あと、結構ね、人をからかったりバカにしたりすることが面白いという風潮があるのも海外のスタンドアップコメディーかな。うん。日本だったらそれただの悪口だよって言われるようなこともなんかこうユーモアに変えることができるっていうイメージがある。はいね。NK さん500円ナイスパ。バレンさんお疲れ様です。先日のスーパーバンタムタイトルマッチの金子 VS、ごめん、これ久村っていうのかな、見ましたでしょうか。見てないですね。なんかこの間の K1 の一番のハイライトだったんだよね。これで 55kg の四天王でトップは金子ってことになりますかね。どうなんだろう。ライズの四郎と鈴木は、これ久村って呼ぶね、ちょっとわかんないから、久村に負けてますし、これで金子に勝てるスーパーバンタムはなかなか、いないような気がしました。皆さん、いいねボタンをスマッシュお願いします。俺、このね、この2人の試合が、あと、あの人もツイートしてたよね。青木真也さん。ね。うん、でも俺は、特に見てないです。金子選手がすごいっていうのはね、見ました。金子選手の試合も俺は何個か見てます。が、ごめん、ちょっと俺、ぶっちゃけまだね、
シロー選手と比べたり、あとごめん俺今のところちょっとその鈴木選手っていうのがちょっと誰か分かんないので申し訳ないです。俺の中で55kgのキックボクシング、はい、っていうのはちょっと知識が浅すぎて比べられません。申し訳ない。はい、もうちょっとあの僕が、ね、そこら辺にちょっと興味を持って見てれば何かコメントできるんだけれども、すいません、ちょっと何か言える、はい、感じじゃないです。唯一言えるのは、金子選手と、の試合はやっぱり見ました。シローも俺は見てる、でやっぱり那須川天心がやっぱりそこにいて、そこをメインに君臨していたと思うので、それと比べるとちょっとまあかなりの差があるんじゃないかなっていうのはちょっと感じます。細長バレンタインデーさん200円、ナイスパバレンさん、こんばんは。もう聞かれてるかもしれませんが、トモキ選手はフェザー級で活躍できると思いますか？思わないんですよ俺。まあ活躍できるっていうのがどういう意味で取られてるか、あまりにもちょっとこうまあ主観的なね質問なので、うん、なので活躍できると思うかっていうのが、世界チャンピオンになれると思うかっていう話として、話します。僕は今のフェザー級の世界チャンピオンにはなれるとは思いません。それがちょっと活躍できるかというふうに、僕は捉えたんですけれどね、うん、なので、もしかしたらそれはそこそこいいところまでは行くとは思います。もちろんね、うん、下の階級で世界チャンピオンになってるような選手なので、はい、もちろん、まあある程度の活躍はすると思いますが、フェザー級で世界チャンピオンになれるとは思いません。生ハムケバブさん800円、ナイスパ、お疲れ様です。私も全然違う質問ですが、前みたいにバレンタインさんの好きなスイーツを紹介してほしいです。いやな、できないんですよそれ。神戸カタラーナ食べました、美味しかったです。モンブランはまだ食べれてませんが、プレミアムハウチューも大好きです。ありがとうございます。バレンさんは最近はプロテインも甘くて美味しいからスイーツは遠ざかっていますか？うん、遠ざかっています。はい、だから俺はあのプロテインいいなと思ったの。やっぱりだんだんなんか最近言われるもん、バレンさんガタ良くなりましたねって。うん、筋トレ何もしてないのに本当に、うん、 EAA とプロテイン飲んでるだけでやっぱり結構ね、なんていうの、こう太くなってきてると思う。スイーツを食べる代わりにそれ飲んでるからね。だけどね、俺がちょっとその動画でスイーツの紹介をなんでしたくないかっていうと、さっきのあれと一緒なのよ。なんでバレンさんはスパーリングやったりそういうアクションみたいなことを動画でやらないんですかって、そういう動画をやるとそこに興味のある人たちが集まっちゃうんですよ。そこに興味のある人たちが集まって登録されてもらうと困るんです、俺が。はい、普段そういうことをやらないから。うん、スイーツの動画を出すんであれば違うチャンネルを作ってスイーツ専用にした方がいいの。今俺は前までなんていうのかな、ライブの切り抜き、専用にやっていた動画を、ショートの切り抜き、うん、ように今やってますよね。うん、教えてバレンちゃんを、前向き教室ショートと名前を変えて今やってるんだけれども、やっぱり、なんだろうな、その動、チャンネルの、そのチャンネルに入ったら、チャンネル登録したら、自分が求めているものを得られるという構図はやっぱり大事なの。期待しているものが来る必要がある。確かに期待を裏切るっていうのもいいんだけれども、YouTube ではね、あんまりね、それはいい感じじゃないね。うん。というふうに僕は思ってるので、もうこのチャンネルでスイーツ系のことをやることはないと思います。あ、久村では、久村ではなく久村選手っていうのはね、ごめんなさい。覚えておきます。生きていく力もらった52歳です。ありがとうございます。まあ、ミスター・ビーンはね、海外の笑いでも結構特殊だよ。マジで。うん。あれはすごいよ。俺、本当に彼はすごいなって思うのが、まあ、海外の笑いだけど、あんなもん、なんか、どこの国でも、なんか、なんだろう。言葉喋れなくても通じるじゃん。あれ最強だよ。本当に。
バレンさんは本業と副業の YouTube どちらの方を稼いでますか？僕は、YouTube も副業だと思ったことはないですけれども、まあ、他にやっている授業と、僕の YouTube であれば、他の授業の方が少しだけ、はい、多いですかね。カチューバーさん200円ナイスパン。先日の畑中対、やべえ、全然俺読めねえこれ。何、宝玉山ってなんていうの、宝珠さんっていうのの全勝対決はいい試合でしたが、顔がボコボコの畑中の安定勝ちには納得できないです。ごめんなさい、俺それ見てないんだよ。はい、あ、見てないのですいません。カチューバさん、せっかくスーパーチャットしてくれてナイスパなんだけれども、ごめんなさい、コメントできないです。亀田が井上はフェザーでは無双できんって言ってました。そう思いますか？ああ、そうなの。誰、亀田の誰が言ったの？直人さん500円ナイスパ。バネさん、学生時代にガリ勉だったとお聞きしましたが、はい。ケンブリッジ大学に合格するために1日何時間勉強してましたか？最低でも俺6時間は勉強したと思う。学校から帰って夜中まで勉強したもん。はい。一回俺ね、いや本当なんかぶっ続けで10時間とか勉強したこともあるよ。勉強とか問題とか解いてた、何個も。うん、俺基本的に楽しいことじゃないと俺できないから。で、俺はすげえ集中力が続く人じゃなくて、それをやらないと日本に帰れないと思ったんだよ。はい。ある意味ちょっとお父さんに脅迫されてたの。お前これやらんとね、これできんかったらお前はナイジェリアから出れないよと、日本に帰れないよと。なんで俺は日本に帰る一心でやってた、マジで。はい。今はもうできない。今のようなマインドだったらできない、そんなバカなって思っちゃうから。はい。でもあの頃は純粋で、そうやって言われたからもうそれしかないんだなと思ったから、だから頑張れたと思う。頑張ってるっていう気でもなかったね。なんかもうこれやんないと、もう俺のね、日本に帰れねえと思ってダーってやってた俺。1200ディアベルさん500円ナイスパ。バネさん、皆さんこんばんは。ドーピングが体重超過で罰則が明確に定まってないのはなぜでしょうか？うん。今のままでは対戦相手が損しかしない気がします。はい。売れてる選手は罰則も曖昧だし、牛で通ってしまうのが現状な気がしますね。本当にそう思うよ。なんでなのか、明確に決まってない理由はそっちの方が団体が儲かるからでしょう。はい。結局は金です。で、みんなもドーピング嫌だ嫌だ言っておきながらね、多分ドーピングの大会があってとんでもない異次元のやつが出てきたら、みんな普通のナチュラルな、ボクシングや格闘技よりドーピングありのボクシング格闘技を見ると思う。はい。仮にその選手たちが後から死ぬということが、死にやすいということが分かっていたとしても、見ると思う。そちらの方が非日常だし、エキサイティングだと思うから。うん。しょうがないよね、これはね。うん。なので、やっぱり団体はそういうのを明確に決めたくないじゃん。明確に決めてしまったら、ね、身動き取れなくなるじゃん。でしょ？うん。そういうことがあった時には、自分たちが、柔軟に対応していく。というやり方の方が、ね、なんて言うんだろうな、何か起こった時に一番こう痛みを最小にして物事を解決することができるじゃん。そうだと思うよ。
例えば有名選手がドーピング捕まりました、こいつ永久追放ってしたら二度とその選手で稼ぐことができなくなっちゃうわけだよ団体は。うん、だからだと思います。 MMA ビジュアライザーさん1000円もありがとう、ナイスパ。ごめんね、はっきり言うね、日本のお笑いは日本語、話者層の生活レベルやアイデンティティのバックボーンが海外に比べてばらつきがないの。ああ確かに、だから共通の認識や、自明の利が広く、うん、裏の裏の裏まで客がたどり着きやすいはずやん。確かにそう、確かにそう、ああそれは本当だね。ああ本当にありがとうございます、教えていただいて。うん確かにそう。でもね、海外、例えばアメリカは人種の、何人種、これなんていうの、まあ、いっぱい人種がいるということでね、うん、さまざまな言語やバックボーンが存在してて、浅い部分、裏ではなく表面で笑いを取るのが定石になってるんだよ。確かに、うん、バレン構文何級か査定お願いします。ねバレン構文的にはC 級まだ全然、うん、ごめんね、はっきり言うねって、別に俺こういう時に使わないし、はいでもありがとうございます。MMA ビジュアライザーさんの言う通りだと思う。ああ確かにそうだなって思う、本当に。うん、教えてくれてありがとうございます。確かに、うん、だから俺やっぱりちょっとこうその浅いとかなんかそういうあの言葉なんか使うのがちょっと俺も止まって取ってたのかな、ちょっとそういうところなのよ。別に考えがないとかそういうことじゃなくて、はい、ね、次から俺も海外の笑いと日本の笑いって何が違いますかと聞かれた時には、この MMA ビジュアライザーさんが教えていただいたことをさも自分が考えたように言いますね。ありがとうございます。KBF のストライカーさん500円、ナイスパ。バレンさんこんばんは、ご質問です。バレンさんは現役時代に試合前にユンケリやゼナやリポビタン D などの栄養ドリンクを摂取してリング上がっていますか？いいえ、摂取してないです。俺基本的にそういうものを俺飲まないです、一切。はい、なんでかっていうと、俺ね、ユンケル、ゼナとかリポビタン D って元気になるんじゃなくて、その自分が疲れたてることを麻痺させる養分がより多く入ってると俺聞いたのよ。なんで俺基本的にそういうものを俺飲まないです。はい、でも結果的になんかそういうのを飲んでやったりすると、なんかドーピングテストに引っかかったりするとかいう人もいるよね。うん、まあちょっとわかんないけどね、うん、日本の薬とか大丈夫っていう人もいるんだけれど、なんかそういうリポビタン D とか栄養あのドリンクでドーピングに引っかかってしまうという人がいるから気をつけなければいけないみたいなことは日本ではよく言われてるよね。マボテンさん800円、ナイスパ。細バレカワン、細バレカワンタインさん、わざと間違ってんのこれ。こんばんは。ドーピングについて、タインさんも大好きなタイソンは引退後に試合前にコカインを使用していたことを打ち明けましたが、それについてはどう考えていますか？ダメですよね。ただまあそれはパフォーマンスエンハンシングドラッグではないけどね。うん、ちなみに僕は試合に向けてエビオス錠と亜鉛を試合当日にはバイアグラを飲んでガチガチで試合に挑むようにしています。お薬最高。いやあのね、セックスについてはドーピングしてくれ。はい、あれはドーピングありの試合だって言われてるんだから、別にドーピングでいいんです。ええ、でしょ。それをすることによって相手がより喜ぶわけだから、はい、ドーピングして。うん、格闘技だってあなたがドーピングすることによって対戦相手が喜ぶと、見てる人が喜ぶというのであればね、うん、ドーピングしてくださいよって話なの。でも誰も喜ばないの。うん、でしょ、卑怯じゃんっていうことだから。ええ、セックスに対してのドーピングは別に卑怯じゃないから、はい、それはむしろ相手に対するコンパッション、思いやり、うん、そういうところは来てるもんだから、どうぞやってください。ええ、でまあタイソンがコカインを使ったということについてはダメだよね、禁止薬物だから。はい、うん、ただまあタイソンのこのコカインはパフォーマンスを上げるためとかじゃないと、もうまあまあまあ、でもまあある意味パフォーマンス上がったかもね。タイソンやっぱり基本的には心は弱いから、うん、そう、
その心を強くするために使っていたものだと思う。でもちろんこれも許されない。はい。もし現役の時に捕まっていれば、タイソンといえども俺は永久追放が妥当だと俺は思います。ええ。ただまあコカインの場合はね、なんだろうな、なんか筋肉細胞を増やしてなんか永遠になんか体になんか残るとかそういうのとはまた違うじゃん。うん。俺はツイッターでも書いたけれども、一応俺はドーピング捕まったら永久追放。これがもうデフォルトで俺はいいと思ってるけれども、当然ね、リアルな状況としては、どういう薬物をどういう状況で何のために使ったか、ここまで考慮して、罰は決めないといけないと思う。なので、禁止薬物が体から出た。はい。じゃあ、もう何も考えずに永久追放って言ってるわけじゃないよ。うん。でも一般的な認識として、ね、ドーピングで捕まるということは永久追放になるよ、みたいな。そういうふうに考えてほしい。例えば、殺人で捕まったら長い間投獄されるよねとか、うん、そういうイメージあるじゃん。でも実際には情状酌量の余地があって、ね、状況とかそういうものによって刑の長さ、ね、投獄される長さは変わってくるわけだから、うん、なのでドーピングももちろんそういう風になるべきだとは思ってますよ。トシさん320円、ナイスパ、こんばんは、教育関係者です。おう、バレンさんに高校生対象の講演会をお願いすることは可能でしょうか。はい。全然別にいいですけれども、もし本当にそう思うんであれば、私のインスタグラム、もしくはフェイスブックのメッセンジャーで僕に連絡をください。はい。全然いいんです。僕はしたいと思ってます。ただ、以前ね、中学校の、で、講義をしてもらいたいと、講演してもらいたいと、うん。いう方がいたんですよ。先生でね。うん、で、その僕の話を、なんていうのかな、このミーティングで出した時に速攻拒否されたらしいです。はい。なので僕はやっぱり髪の毛もこんな色してるしね、ゆったりしてることもなんだろう、常にこうポリコレに沿ったことを常に言っているわけではないので、もしかしたらね、学校のこの校長先生だとか、はい、なんていうんだろう、 PTA の方々だとか、はい、やっぱりね、僕に嫌悪感を示すような人たちっていうのはやっぱり俺はいっぱいいると思うんですよ。はい。そういう人たちも含めて、全然バレンさんに来てどうか講演してくださいっていうのであれば、喜んでいきます。はい。話したいことはいっぱいあるので。なので、そういう部分はよく考えていただき、ご連絡をいただけると嬉しいです。ナイスパ、ありがとうございます。今池勝さん320円、ナイスパ。武井壮さんのドーピングに対する考え方が一番見てる、方としては納得できました。うん、当たり前だよ。本当に。多分、ドーピングに詳しくて、競技もやってる人はみんなそう言うと思う。マジで。うん。なんかね、ドーピングやるやつに怒りがあるというよりは、なんかまあ、怒ってんだけど、なんかね、やっぱ卑怯じゃんって思う。本当にそれだけ。ずりーよって。うん。卑怯じゃんって。うん、ここまでやってる俺に対する正義みたいな、うん、そういう感覚だと思うよ。そうだね、確かに俺は R指定ですからね、はい、まあもちろんね、それはね、高校生の講演をやるときに R 指定みたいな話をするかって言ったらそれはしませんよ。それは当然そうなんだけれども、そういうイメージで出てるから、もしかしたら嫌がられる方もいらっしゃるのではないかと思ってるっていうことです。なんでそこら辺の部分ね、教育関係者という方なので、まあ先生なのかな、うん、先生の方でもなんていうのかな、まあ聞いていただいて問題ないということであればご連絡いただいたら嬉しいですよ、本当に。クレヨンしんちゃんが子供に見せたくない番組とか言う連中とは無理ってこと。まあね、
でもお坊ちゃまくんもダメになったような時代だからね。V 字クロ、内容によってはすごくためになるからやってほしいね。呼んでいただいたら嬉しいよ。シュリーさん500円、ナイスパ。アメリカでは、競走馬もドーピングしていてめっちゃ強いけれど、種馬になったら種なしで用なしになったと言われているのが何とかいます。ドーピングは恐ろしいぞんす。まあね、そうだよ。君もだからドーピングばっかりしてると、ね、垂れ出しになるかもね。でもさ、バイアグラってそれはないんじゃない？まあね、まあここで言うドーピングはまあ、でもさ、正直、本当のパフォーマンスエンハンシングドラッグ、パフォーマンスを高めるためのドーピングは、体のホルモンバランスを崩して、だから男はさ、乳首とか出たりするじゃん？ね。そうなってくると、精力減退したり、ね。精子が機能しなくなったり、精子から妊娠力がなくなったりとかっていうことは、全然あると思うよ。中谷は今回天使の前座扱いなんだ。そうなの？そんなはずなくない？前回と同じような感じでしょ？だからメインケンシロウ、2番中谷で天使でしょ？扱いが前座ってだけ？うん。その、実際の順番は違うよね。子供に悪いと言うけど、たった30分のアニメの影響力に負ける親の方が問題。確かにね。確かにな。そこはあるよね。うん。天心がセミ。セミセミが中谷。そうなんだ。タイトルマッチで？ちょっとそれは嫌だな。そうなんだ。俺はやっぱボクシングはやっぱりそういうのはね、いいよ。どっちにしても天心がセミセミで出ようがセミで出ようが、彼は光っ、一番結局その日ね、みんなに見られる選手だよ。絶対。うん。ニュースにも一番取り上げられる選手だよ。それはわかってる。でも、ボクシングは競技。ね、どの格闘技よりも一番競技性高いわけだから、そういうところは俺は守ってほしいなって俺は思ってる。それはちょっと残念だよ。天心の試合最後にし、天心の試合最後にしないと、天心終わったらみんな帰る。そんなことないね。前回のオーラスコアが VS、なんだっけ、ケンシロの時とか、うん。別に、天使の試合割っても、はい、別に、みんな帰ってなかったですよ。うん、八重樫さんが井上尚弥にメインを譲ったのとは違うよね。違います。でも別に天心が悪いわけでもないしね。うん。イベンターが決めたんでしょ。うん。間違いなく、那須川天心のせいではないし、那須川会長のせいでもないよ。バレンさんの、発売記念サイン会は東京だけですか？もちろん東京だけですよ。後ろの猫生きてますか？
げえ寝方してるねこいつね。おい。つぶあんさん200円、ナイスパン。ジョビンはダンスパートナーとして最高ですか。ああいいですね。うん。俺結構いろいろ言われるじゃん。なんかバレン喋りすぎだのなんなのなんなんとね、いろいろこうやって話してるときにね、あのね、YouTube ってやっぱ撮りながらさ、キューピーもいてすごい雰囲気見ながら話してるんですよね。で僕が投げかけたことに対していろいろ話しかけてくれれば全然俺は黙んの。俺は一回もそれを言われたことがないのが、あの人高柳さんと話してるとき、高柳さんは必ず俺に合わせてくれるから、俺が5喋ったら5喋ってくれる、10喋ったら10喋ってくれる、1喋ったら1喋ってくれる、うん、こうなるとすごいなんか話もテンポが良くていいのよ。でジョビンはこういう格闘技関係者の中で唯一それができる人だと思ってる。だから俺が5投げたら5返ってくる、もしかしたら10返ってくるかもしれない。でも俺が5投げてジョビンが10返ってきたら今度俺また10投げるから、はい。なのでそういう風な感じでいいテンポで進められるので、ダンスパートナーとしては最高です。結構それはできない人がいるのよ。いね、これね、最初俺がね1に質問してね、そしたらボロって返ってきたのが 0.5 とかだと俺も思うわけよ。あやばいどうしようって。でそこでちょっと俺がじゃあこういう意味こうなのこういうことあるよねみたいな感じで俺がそのちっちゃい話を拾って大きくしようとしていくと、あいバレン喋りすぎみたいな感じで言われるんだ。これ本当難しいよ。多分皆さんも自分で YouTube 撮りながら相手をここに出して、そのみんなが飽きないように、 YouTube って一番何が大事かっていうと、 YouTube が俺たちコンテンツクリエイターに求めているのは、長くあなたのファンを YouTube に留まらせてくださいと。その人たちが一番広告を見ることになるし、広告を見た人たちは当然広告のものを買う確率が高くなるから、はい、でしょ。そうやって YouTube は儲かってんの。だからそういう自分の儲けに貢献できるクリエイターの動画を一番拡散しようとしてるんですよ。わかりますか。そうなので俺は何をしないといけないかっていうと、自分の動画によりとどまらせないといけないの。うんうん、あこれ面白そうだなってこの話、もっと何かあるかなって、はい。でもし俺がこう話して向こうが 0.5 しか返してこなくて沈黙が続いたりすると、沈黙って一番良くないの。沈黙の間にね、見てる人は何するかっていうと離脱するんですよ。なので多分皆さんはね、YouTuber じゃないし分かんないと思うんだけれども、もし自分が YouTube を撮る立場になった時にすげえ分かると思います。はい。現に俺がよく喋りすぎって言われるような動画でも、相手から俺よく言われてるもん。バレンさんとでよかったですって。やりやすかったですって。俺めっちゃ言われるもん。なので、これは多分やらないと分かんないと思う。ジョビン昨日徹夜でライブ、すげえな。ジョビンさんのライブでバネさんのことをうまく操れてる的あいつが俺をうまく操れてるわけねえじゃん。バレンさんやつられてますよ。そうなんだ。そうかそうか。まあいいよ、どう感じていただいても別に俺はまあ操られてること自体が嫌だとは思ってない。俺自身が崩れてなければ、はい、俺が発信してるイメージは言ったりしてることはもう別にブレずに変わってないのでね、私が操られることで皆さんが楽しめるんだったらそれでいいですよ。にーん、おルンベさん500円、ナイスパン。トモキが WBA、IBF でフェザー級5位にランクインしたみたいです。
フルトンが WBC5 位なことを考えると不思議な気がします。どこかの団体のチャンピオンと交渉中らしいのですが、影響してるのでしょうか。どうなんだろうね。ムロジャンを避けたことはマイナスでしかないと思いましたが、ここまでランクが上がるとは。うん、まあね、まあ、まだフェザーだからね、うん、フェザー級でやっとちょっと欧米の、競技人口が日本の競技人口、ボクシングの競技人口を超えるのよ、うん、なので本当にね、ここからが海外難問鬼門だよなって思うのは、まあもちろんライト級以上、うん、はい、そこあたりになってこないと、圧倒的に海外の方が競争力すごいよねっていうところにはやっぱり入ってこないと思うんだよ。うん、でもそれでも俺は、トモキでは、フェザー級では世界チャンピオンになれないんじゃないかなって、マジで思ってる。はい。強いよ、やっぱり。東海太郎ラブさん、320円、ナイスパー。先ほどはメッセージ入れ忘れてしまった。バレンさんの紫色の髪はどうやって染めてるの？3回ぐらいブリーチして、その上に、この、まあ、紫の、染め子というか、はい、を入れてます。この染め子は海外から輸入しているもので、海外製品ですね。に、海外だ。一緒によ、いいじゃん一緒によ、よもう。トモキはムロジョンから返事来なかったらしいよ。いやいやいや、あのね、WBA がもしね指令を出してるのに連絡が来なかったら来なかったで、なんか連絡を取る方法あるでしょね。あなた好きな女の子がいて一回メールして帰ってこなかったらそれで諦めるんですか。うん、それ諦めて違う方行く、行かないでしょ。天心はボクシングじゃなくて MMA 転向してほしかった。なんで？俺は天心がボクシングに転向した方がチャンピオンにはなれると思う。はい。MMA で成功する方が絶対無理だと、難しいと思うよ。うん。なんでかっていうと、ボクシングは今までやってきたことを、チューニングを変えるだけだけど、うん。MMA は新しいことをやらないといけないから。もちろんボクシングの方が競争は熾烈だよ。はい。熾烈だけれども、彼がその熾烈争いがそのすごいね、この争いがすごい、ところで、那須川天心が入れるポジションは、俺はボクシングの方が全然有利だと思う。MMA より。確かに、シャクール・マーティン契約王じゃんはショック。俺も。チケットが1日で完売になった件誰か言いました？誰も言ってない。俺も分かんないんだよ。むしろなんだろう、分かる人教えてほしい。なんで急に今まで売れてなかったチケットが売れたのか。世界的には MMA の競技人口は多いけれども、それでもボクシングが多いよ。あと多いだけじゃなくて、やっぱりインフラが整ってるからね。うん、インフラが整っているところに、はい、やっぱりレベルの高い人たちはやっぱり集うから。K さん320円、ナイスパー。天使の公開スパーで相手選手より息が上がってるように見えました。もうあんなに飛ばしたからね。公開スパーは練習後にしているのですか？うん、わかんない。それはわかんない。どういう状態でしたのかはわからないけれども、結構あれは飛ばしてたね。うん。多分あれは見せることを意識してスパーしたんだと思う。実際の試合であそこまで動くとはちょっと思えない。うん。わかる？
あえて B ダッシュで戦ってたような感じだと思う。はい。なのでまあもちろん疲れただろう。それは。俺はスコアが、俺は絶対チャンピオンになると思うよ。あれ、あの、ケンシロウじゃなければ全然。俺、むしろ俺、今回のベッキー・ブドラーより、オラスコアガーの方が強いと思うもん。ニャンディよ、ニャンディよ、ニャンディよ、俺から離れたいの。ニャンディよ、ニャンディよ。いいじゃん。いいじゃん。ね。うん？嫌なの。ボクシングで世界チャンピオンになるのとプロ野球で一軍のレギュラーになるとどっちが難しいですか？あーね、俺はプロ野球なんじゃないかなと思う、うん、だってもうプロ野球ってさ、ぶっちゃけもう小学校の頃からやってなかったらもう無理っていう世界なんじゃない？うん、まずもうその競争がなんかもうまずそこじゃん。現役ボクサーも YouTube、インスタなど積極的に挑戦すべきですか？俺はやり方だと思う。はい。うん。バカなやり方をしたら、一番集中しないといけないものに集中できなくなるから、意味がない。うん。ただ、あるツールをどう使うかが一番大事だと思ってる。マボテンさん、800円、ナイスパ。HKVT さん、こんばんは。細川バレンタインってこと？天心の MMA についてですが、身体能力の高さや蹴りの多彩さの魅力からそういう話が出るんだと思います。実際 UFC のダナ・ホワイトからオファーがあったことが明らかにされており、 UFC ではキック出身で活躍しているファイターが多いです。個人的には天心はソープが良いという共通点からうるせえよお前どうせそれが一番言いたかったんだろう。マボテンナイスパ。ほのかのリーダー500円、ナイスパ。毎週水曜日に週刊少年マガジンを30年近く買ってるんですが、今はもう初めの一歩しか読んでません。うん、最近、週刊マガジン面白くないよね。その初めの一歩は今週休みでした。先週の休みの知らせは書いてあったと思うんですよ。だから買った俺が悪いんですよ。でもね、最近休みすぎですよ。話も全然進まないし、360円返してほしいです。いや、もう俺思うけど、もう森川ジョージさんもね、多分もう、ちょっと待って。多分、ちょっともう、行き詰まってると思う。行き詰まってると思う。もうどういう風にすればいいか、多分もう一歩が復帰することは絶対だと思うんだよ。だってもう復帰しないと話始まんねえじゃんって思う。うん。だけどどのタイミングで復帰させようか、ネタもいっぱい書いたし、もう切れてきてるんだと思う。うん。ましては井上尚弥のように漫画を超えるような人間が現実に現れてしまったから、どうしたもんかとマジで考えてると思う。井岡はエストラーダとすると思うよ。ちょうど今日なんか2人の試合が組まれることが濃厚みたいなことがツイッターに上がってたよ。 ESPN の記者か何か、外国の記者が語ってたと思う。福岡はラーメンに匹敵するくらいうどんがうまいって知ってますか？マジで？福岡に来てください。はい。福岡はよく行ってますよ。俺は。マボテンさん320円、ナイスパー。森川先生ってジム経営されてますよね？知ってます。JB スポーツね。
連載をだらだら続けてるのって会員減らさないためなんじゃないかな。いやーそんなわけねえじゃん。もう億万長者だよ、初めの一歩なんてもう、うん、ね。で別にね、なんかそことなんかジムは関係ない気がする。やめて君は本当にね。マジでお前らマジでやめてね。したにゃんだよにゃんだよ、ね、にゃんにゃんの、ね、逃げると嫌だって言うし、ね、逃げないの、うん、天使が倒せるようになると思いますか。ちょうどねその話を今日キューピーが俺ん家に来て、お話をしました。次戦に向けて、それが明日の動画で出ると思うのでどうか見てください。お願いします。ダメダメ、もう話さない、もう話さない、話さないよ、もうほら。井岡とエストラーダ、ちょうどこの話もしたんですよ。はい、したんです。なのでどうかちょっとね、明日以降明後日出る動画を見てください。天使はパンチがかなり変わってきた。でもなんか前回の公開スパー見た時にはなんかスーパー打ち込んでるって感じじゃなかったと思うんだよな。どっちかっていうとこうもっと動きで見せるっていうところが俺はより多く見えたので、うん、実際の試合はもうちょっとこう座って、なんだろう、腰を据えて、うん、しっかり体重グッて落としながら、ナックル、手首、肘、肩の角度しっかり考えてパンチ打ち込むと思うから、うん、もっと効くパンチを打つと思うよ。那須川会長との対談は、あ、今週末です。皆さんちょっと質問のコメントくださいね。はい、一応貯めてるんでね、うん、こういうの聞こうかなとか、うん、トラは今ね、あそこいますよ。わかる？あいつあそこ好きなんですよね。よしと、天心選手はバンタムの選手と2試合目ですか。いつになったらスーパーバンタムと、でも一応スーパーバンタムの階級で戦うんでしょ。まあバンタム登録の選手かもしれないけど、小国がカシメロに勝ったら小国は井上尚弥に挑戦できますか。まあできるんじゃない。はい、カシメロとかとやったりとかって井上尚弥が言ってたわけだから、それをもし小国がしっかり倒したんであればね、ありえるんじゃない。はい、すげえ小国応援するよ。
カネロはチャーロに勝てますか？いや、勝つって思われてますよね、普通に。LGBT 法はどう思いますか、ね、俺具体的に知らないんだよね、うん、俺がねなんかあんまなんかそういう LGBT だとかなんかそういうなんか昨今のやつが俺嫌いなのはね、何が嫌いかっていうと俺なんだろう、性自認は何だっていいと思ってんのよ俺も実はね、うん、生物学的には男に生まれた人もあの私は心は女なんですと、うん、女として私は使われたいのっていうところまで俺はリスペクトできんの。何がムカつくかっていうと、あいつらってね、俺がその体は生物学的な男の捉え方まで女にしろって強制してくるんだよ。わかる？うん。私は女として私は扱われたいんだから、あなたが私を女として扱わないのは失礼だみたいなことを言ってくんのよ。俺これがイラつくの本当にね。いいの、あなたたちがどういうふうに自分のことを思おうが、何を自認しようが、はっきり言って私はゴリラですって思ってくれたっていい、猫ですって思ってくれたって全然いい、はい。嫌なのはなんで俺まであなたのその演劇に付き合わないといけないのかがわからないの、それだけ。しゃねえお前はしゃねえもうここにいろ。この T シャツはね RSC のものですよ。ノーボクシングノーライフって結構有名ですよ。クインテットは見てない、うん、でもなんかあんまり盛り上がらなかったみたいね。俺が思うにね、寝技だけの大会ってなんかこうプロスポーツ、なんか俺思ったのがもう本当にね、あのグラップリングはやるものであって見るものじゃないと思う。うん、本当にね、柔術とかあのグラップリングって面白いんだよ。あーっていろいろ覚えていくと。でもね、やっぱ動きがなんて言うんだろうな、あの打撃と比べてすごくこうなんかこう範囲が狭いというか、うん、何が起こってるのかを認識するのが難しいと思うんだよ。うん、ダイナミックじゃないしね。だからやっぱあれがなんかこのプロとしてなんかこう工業的なねものとして成功するのは俺は難しいと思うよね。シリさん200円ナイスパン。ジャニー北川は LGBT に入るのだろうか。どうなんだろう。もう入るんじゃない。ああ、まあ、でもどうなのかな。俺あんまジャニーさんのこと知らないんだけど、ジャニー北川さんは結婚はしてないよね。してないんだよねきっと。要は同じ、同性の男性のことが好みってことでしょ。うん、なんでまあ一応ゲイになるのかな。マボテンさん800円ナイスパ。パンチ力は才能だってよく言われますけど、ある程度キャリア積んでる選手がトレーニングで飛躍的にパンチ力上がることってあるんですかね。うん、あんま見たことないねマジでそれは。
例えば天心はキック自在は結構パンチで倒していて、タケルからもカウンターではありますがダウンを取ってます。彼がボクシングに適応していけば倒せるボクサーになれるのしか、はい、なると思います。絶対なると思います。あのスピードだし、うん、ボクシング的な打ち方をすれば、はい、あの倒れると思います。ただなんかそのもともと持ってたパンチ力はをあの届けられるようになったっていうだけだと思う、うん、パンチ力ってなんだろうな、あの劇的に変わることがないのがそこ、あの、要はもともと持ってるものをね、このやり方打ち方とかでどう伝えられるかというものだから、うん、このなんだろうな、体のバランス、筋力、なんかね、ね、筋肉の強さ、まあまあこれは筋力なのか、なんかまあやっぱそういうところに最後は由来すると思う。ね、すごくそういうところ関わってると思うから、うん、フォームとかどんなに鍛えてももちろん強くはなる。でも劇的に変わるみたいな、急に井上尚弥みたいに倒し出すみたいなことはやっぱりなかなかないんじゃないかな。見たことないよね、うん、打たれ弱いやつが打たれ強くなったのも俺見たことない、マジで。フルトンはフェザー級で世界チャンピオンになれると思いますよ。はい、なると思います。フルトはロベイシー・ラミレスには勝てないと思います。ハゲてきてないっすよ。俺前からここは薄いんすよね。本当に。ね。マジで。こっちはそうでもないんだけど、ね。こうしないと、本当に。だから俺いつもこうやってやってんの。わかる？気になるよね。タパレスの方がフルトンより前線したようには見えるかもしれないけれども、タパレスの方が勝つ可能性が少ないと思う。はい、前線をしたようには見えると思うよ。うん、はい、でも速攻で直哉のパンチが当たると思います。
よ、質問来い、質問。那須川会長に投げるための。ガーボンタ・デイビスは今パウンド・ファー・パウンドにランキングされてるんじゃないですか。まだされてないんだっけ、されてなかったっけ。新しいのではされてたよね。タイさんのタトゥーうまかったですね。ただの落書きの箇所もありましたが。ジョビにしたやつですよね。いや俺もあれ割れながらこううまいなと思ったね。登録者10万人いきましたね。来月の10月の中旬頃までには11万人いくんじゃないかなってちょっと思ってる。最近勢いがいいので、うん、天心の弟龍心ね。おー、何を聞いてほしいんですか。ちなみにちょっと俺今申し訳ないけどちょっとプロテイン飲んでいいですか。俺なんかスイーツが飲みたくなった。天心パパの座右の銘、あチャーロ兄貴はもっとカネロには勝てないと思う。うん、足止まるタイプだから。スタジオブルースさん500円ナイスパ。天心はどこの階級だろうが誰とでもできるけど、武井は井上兄弟に気を使って階級決めしなきゃならないのでかわいそうだと思いませんか。でも井上兄弟にっていうか、タクマがバンタム級でしょ。武井はバンタム級なわけだから別に気を使ってないと思うよ。ちなみに、直哉には気を使っているんではなくて、別に気使いたくなくてそこにいるんだったらどうぞって話なんだけれども、永遠に武井にチャンスが回ってくることはないし、もしいざ回ってきてやったとしたならば、すぐに滅殺されると思います。井上選手に。はい。なので、うん。まあ、ちょっとその、まあ、この間のを見てね、どう思うか分かんないけれども、武井選手じゃやっぱり、アフマダリエフとか、まあ、今度のタパレスしかり、フルトン、はい、には勝てませんよ今の段階ではね。うん、まあもちろん分かんないけどその今後のことは。はい、でもまあ、うん、なので気を使ったからとかっていうことじゃないと思うよ。うん、それがなんかまあ自分は、バンタムの方がよりいいみたいなことを言ってたから、まあまあ、まあ俺もそれは思わないけど、はい、俺はスーパーバンタムでいいんじゃないって俺は思うけど、まあまあでも動けるんだったら、バンタム級の方がより、武井の、良いポイントは活かせるので、うん、いいと思うが、俺はスーパーバンタムでも別にそんなちっちゃい方ではないと思ってたから。シリさん200円ナイスパ。大昔のミドル級チャンピオンのディック・タイガーって何じゃししてん。俺ねディック・タイガーは知らないけど、まあなんとなくその英語の綴りで考えたら面白かった。で多分シュリさんが言ってることだから、まあきっとまたいやらしいことを考えてね、スーパーチャットしたんだろうなというふうには思うよ。足が痛い。よしと、さ、じゃんじゃ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 ん。じゃんじゃ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 ん。作ります。
天使は子供の時に竹井と2回やってるみたいだけど、一生いっぱいみたいだけど、今は天使の方が一生いっぱいなんだね、昔は。うん、今は俺は絶対あの天心だと思うよ、うん、スタイル的にもなんかボクシングでは、うん、天心の方が俺は有利だと思う。とっちゃんさん320円、ナイスパ、すいません、プロテイン作りながら。 LGBT に対するバネンさんの話もっともだと思います。俺もそう思います。この先の人類の行く末が心配です。あ、本当にそうなんだよ。別にいいよ。うん。はい、あ。あなたがどういうふうに辞任しようが何しようが何でもいい。はい、あ。でも、俺もそこに混ぜるのやめてくれ。あなたがね、自分に対しての性自認を自由に考えていいように、僕もあなたをどういうふうに考えるか、そこに俺の自由がある。ちょっとこれ、ごめんね。こう向けるの。すいません。うん。なんていうのかな、そういうね、被害者っていうか弱者、世の中のマイノリティって最近ってね、なんか知んないけど、自分たちの権利、思想は認めてくれっていうのよ。でもマジョリティの権利や思想っていうものについては、全然リスペクトがないんよ。俺はそれどうかと思う。はっきり言って、ね、マジョリティのね、なんていうかこう、思想をリスペクトして、マイノリティの思想をリスペクトするとね、結果的にマジョリティの意見になるよねっていうのが俺は社会だと思うの。当たり前じゃん。同じぐらいのリスペクトを置いたならば、より多い数で行くしかないもん。はい。それが俺は社会だと思ってるから、俺は全然マジョリティ優先で何も問題ないと思ってます。僕は日本だとマイノリティです。マジで。なので、黒人と日本人のハーフ専用に何か作ってくれなんていうことは俺は絶対ない。当たり前。ここの国は、日本人がメインに、得するようなものが作られて、全然俺はそれでいいと俺は思ってる。町のあかりさん、800円、ナイスパ。木村実のドーピング問題に関連して、マイク・タイソンが事前で、現役の時、偽物の世紀に他人の量を入れて薬物がバレないようにしてた。何、偽物の世紀にって。ん？要は、まあ、自分の尿じゃなくて他人の尿を入れてたってことでしょ？と告白してたことについてどう解釈しますか？うん、最低だね。最悪です。木村実を断罪するならば同じくマイク・タイソンについても認められなくなるのではと思いました。うん、はい。ダメですね。ただ、俺がマイク・タイソンを好きなのは、まあもちろん俺は今も好きなのよ。彼はやっぱりこのアップダウンを通して伝えるメッセージにすごいインテリジェンスを感じるから。俺がマイク・タイソンの好きな部分はそこ。あと、彼がね、はっきり言って全てのボクサー関係者みんな分かってる。マイク・タイソンがマイク・タイソンたるゆえんはね、カス玉とマイク・タイソンで初めてマイク・タイソンなの。その時のマイク・タイソンはね、ドーピングなんか一切やってない。むしろ後からコカインだとかそのドーピングテストに引っかかるような薬物を体に入れた時の方がね、何も入れてなかった前世紀の時よりも弱い。はい。なので、タイソンが認められなくなるということは俺はない。だけれどもタイソンといえどもそういうなんかドーピングを発覚した時には、さっきも言ったように、もちろん、今俺は訴えているような、うん、ペナルティをタイソンにも俺は課すべきだったと俺は思うよ。うん、まあ見つからなかったからどうにもできないけれども、はい、なんていうのかな、ある意味そういうタイソンからの告白も得て、今後団体はどうしなければいけないかっていうことを考える必要があると思う。まあだから結局他人の尿を入れたっていうことだから、小国も言ってたけれどもね、なんていうの、世界戦が終わったらもうすぐオフィシャルに連れて行かれて、この部屋の端っこがどっか、うん、でオフィシャルが見てる前でおしっこしなければいけないんだって言ってたよね。うん、つまり他人の尿を入れるということがもうできなくなってるシステムなのよ。そういう体質の時代から今変わってきてるっていうことだから、はい、
俺は体操を認めれなくなるってことは、だから俺はないと、はい、ないですね。ええ。だって彼が全盛期で最高に強かった時には、ドーピングなんかしてないから。マジで。よしと。カズさん320ナイスパ。喧嘩した相手が精神疾患を患ったと責めてきます。病を盾にされると何も言えません。どうしたらいいですか。知らねえよって、はあ、俺なら俺はそんなもん知らねえよって、ええ、うん、別になんかその病を盾にしてくるようなやつを俺は相手にしないもん、勝手に言わんどけって俺言います。ひどいと思うよ俺は。うん、でも知りません、そんなの。喧嘩をしたということは両成敗じゃん。うん。でしょ？うん。なんで、それに対して、あなたが、それで精神疾患をもう、あなたの体がなんで弱いことが、俺のせいになるのかがわからない。でしょ？うん。俺が精神疾患にならなかったのは、俺のメンタルが強いからでしょ？うん。なんで俺が、自分のメンタルが強いことに対して、罰を得ないといけないのか、それがわからないと思うから、俺は無視します。そんなのしよう。よしと、さあ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 、よしと、さあ、ちょちょちょ、おお、ほのかのリーダー500円、ナイスパ。バレンさんが戦うとして、対戦相手が無敗の全戦全勝全 KO の選手と、全戦全勝で一度も KO 勝ちがないけど、フルマークで1ラウンドも取られてない選手。うん。対戦相手、どっちか選べるならどっちとやりますか？うん。自分がチャンピオンで対戦相手の戦歴は10戦くらい。ああ、俺だったら全戦全勝全 KO の方がいいと思う。俺は、そっちの方がいいなって思う。どこかで隙があるから。だって何ラウンドか取られたっていうこうね、記録があるんでしょ。はい。そこからちょっとこの選手はこういう部分が苦手なんじゃないだろうかっていう、この相手の弱さを見つける過程もよりやりやすいと思う。はい。全てのラウンドフルマークとかで取られるとマジきつい。うん。メイウェザーがだからそのタイプだと思う。みんなだからメイウェザーとやるとき、絶対こいつはこういう、なんかこう対策しにくいと思うのよ。うん。こいつはこれに弱いだろうみたいな部分はあんまり見せてないから。ほとんどない、ないから。うん。やってる人も半信半疑で、もしかしたらこれ行くかなと思ってやったけれども、やっぱダメだった。みたいな感じで、全戦全勝でいるからね。うん。なので、はい。このフルマークで、一度も取られてない選手の方が俺は嫌です。選べって言われたら全戦全勝全 KO の方が俺はいいかな。さあ、これはね、アーモンドミルクです。よし、いいね。最後まで入りました。
しとさ、これに。すいませんね、皆さん作っちゃって申し訳ないです。いやいや、これぐらいがいいのよ。混ざりにくくない、これぐらいがいいの。さっささっささん、した。めっちゃうまいんだよな、これがな。よした、さっさっさ、ブルーベリー、はい、ちゃ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 ん、よっしゃ、おいおい、よし、さあさあ、皆さんいいですよ、そのまま。はい、ライブは継続中なので、はい、どうぞ質問してください。よっしゃ、うまいんですよこれがね、本当に。おお、ジョビンチャンネル1600円、ナイスパ。最近バレンさんに全然会えてなくて寂しいです。うるせえよお前、なんか自分のあの徹夜ライブでうまく俺をあのコントロールできてるみたいなこと言ってるらしいじゃん。ねえ、できてるわけねえじゃん。え、俺がお前をコントロールしてんだよ。まあ、ちょっとまた行こうぜ。また行くわ。はい。まあ、なんかまた、はい。最近いろいろツイッターでも私バトってるので、ちょっと、話題があったら行こうかなとは、はい、思ってますよ。ただな、なんかやっぱちょっともうちょっとこう、身になる話をちょっとしたいね。そう、いいのよ。YouTube でいろんな話をするのはね、たまには。だけど、なんかこう、ゴシップ系の話とか、なんか誰かと揉めた系の話ばっかするのは、ちょっとね、なんていうのかな。俺が本当に楽しんでるところではないので、何かそういうところから哲学的なこと、を導き出せるようなことを前向き教室ではやりたい。はい。なんで何かちょっとこう身になるような話をジョビンとできると思ったらやるよ。梅原大輔さん320円、ナイスパ。エドウィン・バレロとシャクールが時代被っていたらいい勝負になりますかね。ね。まあ俺はバレロ好きだけどシャクールは勝つと思う。まあまあでもわからんけどね。わからん。まあマジわからん。本当に。わからんと言いたい。シャクールも、バレロほどの狂気と、向かい合ったことはないだろう。ラウンドが短ければ、やっぱりシャクールが、普通にポイントアウトはすると思うけれど、ね、あのプレッシャーを12ラウンド持つかっていう、ね、まあ俺はまあそれでもシャクールの方が強いんじゃないかなと思う。ポイントアウトして勝つんじゃないかなと思うけど、一回でも聞かされたら終わる。よし。
完了、うん、お最高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 いただきます。あ、最高。そうだね。ドーピング中って。おお食べい。最近細川中折れたいになってないですか？なってねえよ。画面全体の色味、ああ黄色オレンジ、これ紙か。トラやめてね。もうちょっとこいつまたジャケやけど。失礼しました。DAK さん、ダックさん。320ナイスパブ。ナジーム・アメドの息子デビュー。そう。で、デビューしたじゃん。それについて俺動画出してるから、1週間前ぐらいの動画だと思います。見ていただけると嬉しいです。天心と武井は天心の参照一部ですよ。ああ、そうなんだ。ごめん、ちょっと俺、まあ、あの、アマチュア成績わかんないから、言われたものしかわからないので、すいません。間違ってたら許してください。はい。あくまでその、言われたものに対して僕反応してるだけだから。井上とタパレス強いのはどっちですか？井上ですよ。はい。タパレスにチャンスないよ。マジで。思った以上にちょっとタパレスでかいかなっていうのはあった。はい。ストラッサーと、なんで仲、いや、仲悪くないよ、別に。仲悪いとは俺は思ってない。はい。ただ、インスタグラムの開始があまりにもクソバカだったから、はい。ね、それをああやって返してるだけなので、ええ。もしかしたら実際にやったらね、うん、まあ、それは仲良くなれるのかもしれないけれども、いや、ごめん、あの会社はちょっとおかしすぎるよ。悪い。小国と赤穂？小国の方が強いです。はい。特に赤穂がオーソドックスだからね、小国めっちゃ得意やと思う。紫のヘアカラーもとってもいいですが、白にするご予定ありますか？僕はね、白にしたいの。一番は白にしたいの。うん。でもなかなか白って難しいんだよ。できないんだよな。多分、相当回数ブリーチしないといけないと思う。うん。本当は俺は白にしたい。
先日の朝倉海さんとのコラボ動画どういった経緯で実現したんですか。いや、どういった経緯でもなんでもない。俺が由比ヶ浜の海の家にいて、まあ俺ね、まあ俺女の子と喋ってたんだよ。そしたら庄司くんがいきなり来て、バレンさんって言ったら、そこに会も行ってみたいな感じだったと思う。俺もかなり酔っ払ってたから、はい、すげえ酔っ払っててさ、マジで。井上尚弥と中谷純と実現すると思いますか？いや、俺は、はい、あり得ると思うよ。うん。実現すると思う。うん。純との方が多分、大きくなっていくペースはでかいと思うもん。どっかで飛ぶかもね、中谷選手が。どっかの階級ね。うん。もしかしたらバンタムも飛び越えてスーパーバンタムとか、うん、アンダギーサードさん320円、ナイスパ。バレンさんこんばんは。気になりますので来週の9月の18日有明アリーナには見に行きますか。ちょっとまだ分かんないのよ、ごめん、まだ分からない、すいません、分からないんです、本当にごめん。まだね、ちょっとしっかりそこの予定がまだ決まってないの。うん、一応キューピーとかにもあげといてとは言ってる。あ、一応あと念のためにリーダー負けててね、はい。でもちょっとまだどういう方向性で行くのかっていうのがまだうちのチャンネルで決まってない、すいません。行ったら多分髪の毛目立ってると思うので、はい、声かけていただければと思います。今ね、9月の18日だよね。あ、何時だっけ、ちなみに。夜になるのかな。18日って一応敬老の日じゃん。平日じゃないね。うん、休みの日だね。17時30分開始か。じゃあ夜だね。ほのかのリーダー500円、ナイスパ。夜になると少し涼しくなってきましたね。秋になってきました。僕は秋といえば食欲の秋で特に栗が好きです。大きい栗、小さい栗、甘い栗、ちょっと小さい栗も大好きです。18日大丈夫ですよ、業務連絡ですなんでお前甘い栗とちょっと小さい栗の栗だけカタカナの栗なのか、そこをしっかり説明してもらいたいもんだね。
説明必要ないでしょってまあね、うん、いやマジで天使のラスボスが中谷重斗って全然ありえると思うよ。おう、はあ、天心とかそのなんだっけ、天心のラスボスじゃない、井上のラスボスね、ごめん、俺天心のラスボスが中谷って、まあまあでもこれもありえるか、確かに、うん、ね、中谷選手よりも天心の方が今上でスタートしてるからね、ああ確かに、うん、ありえる。中谷を早く進んでしまうと思うけどね、うん、天使のラスボスがまあタクマとか、まあ全然ありえると思うよ。まあ分かんないね、本当に全然分かんない、だってまだ2戦だもん。頼むからさ、お前そっからどいてくれよ、怖いんだよ。絶対だっておしっこしようとしてるでしょ。ね。やめてって。お、ヨウさん320ナイスパ。私はバレンさんのファン、時々アンチですいいよアンチにならなくて。バレンさんはアンチ朝倉じゃなくてアンチ朝倉信者ですもんね。はい、俺嫌いですマジで。あいつらほど話がなんかもうおかしなところに飛躍するやつらいねえし、俺は 2通りの人たちしかいないと俺は思ってる。1、すげえ若造のバカか、に結構年を取った男でその若かりし頃のそういうやんちゃが忘れられないバカ、うん、はい、まあ俺は前から言ってるように朝倉兄弟はあれは格闘エリートですけどね、うん、ストリートでなんとかなんとかっていう感じではないけれども、結構こういうところに勘違いをされて、寄ってきた、若造バカ、もしくはなんていうの、結構年を取ったバカ、うん、いずれにしてもバカだから、はい、マジ嫌いです田島ミツロは日本人初のヘビー級世界チャンピオンになれると思いますか？ごめん、なれないと思うな。ちょっとでかすぎると思うよ。うん、今の海外のヘビーはヘビー級では体足りないと思う。うん。バレンさんは呪術の試合に出ないんですか？カルペディウムの竹浦に、早く練習来て絶対試合出てくださいってずっと言われてて、俺も出たいなと思ってるんだけど、今は遊びの方が忙しくて、もう、楽しいんだよ、マジで。もう、生きていることが今楽しいの。はい。で、ボクシングの時は、すっげえ俺ボクシングに向き合ってやったと思ったんで、ね、もうちょっと俺のペースで、はい。でお願いしてます。内山さんとの次の飲みの予定はまだないんだよね。そうだ、クリスタルユナイト行けないんだよね。
撮影しようと思ってるんだけど、なかなか先輩のまあいろんな、まあ、まあ彼も予定があるからね、なかなかちょっとじゃあこの日にってのがないんだよね。マジで俺撮りたい。いつやろうかね。うん、でもなんかそのお話をする内容とかもなんかそんななくてね、まあでも何だっていいんだけどね、先輩と話す内容なんて別に。うん、もう本当にちょっと今度話題ができた時にもう本当にこの話をしましょうっていう、もうそこで、いや、そうなんですよ。罰ゲームの私はね、クリスタルシャンパン入れなきゃいけないんですよ。ライジン40さん、320ナイスパン。一つの議題を論理立てて、最終的にはバカと相手をぶった切るバレンザが最高です。いやいやいや、俺ね、別に相手をぶっさやってぶった切れたいわけじゃないよ。はい。でも、もうさ、なんつうの、こう、もう、でも向こうの書いてることも結構失礼だったりするんだよ。まあ俺も良くない。すぐ熱くなっちゃうから。はい。うん。でもいいや。その、なんかこう、冷静な俺がなんかふんふんって返してるより、ね、しっかり感情に刺さってる俺が返す方が面白いし、俺もそうやって議論してる方が楽しいもん。にゃんさん。にゃん3。何？500円ナイスパ。なるほど、お前、本当にやめてって。ボディジャブについて、顔を相手の前に突き出すので、使いこなすには井上尚弥やメイウェザーのような反射神経は必要かと思います。テクニック的に打つ際に大切なことを教えてくり。いやいや、言っときますけど、ボディジャブも顔を相手に突き出すっていうのがそもそもそれは間違ってるんですよ。はい。ジャブもそうなんだけれども、相手と最も長い距離に置いたとき、拳、手首、肘、肩、ここをまっすぐにしたときは一番手が固まった棒みたいになってパワーを伝えられるんですよ。ノーパワーロスでパンチ力を相手に伝えることができる。はい。なので、この打ち方が一番いいんです。この打ち方で打つと、こうやって打ってるときより、顔、この当たるインパクトの、ナックルから顔までの距離が、ね、伸ばしてる時の方が遠いじゃないですか。こうやって見てても遠いでしょ。はい。これはボディジャブを打つ時も同じです。井上尚弥と、メイウェザーのボディジャブはしっかり顔はちゃんと遠いところにあります。遠いところにあるけど低い位置にあるんだよ。で、人間ね、低い位置にあるとやっぱり体がかがんでる分ね、なんかこの動きがちょっとね遅くなる。ここで頭を振るよりこの低い位置で振れっていう方がやっぱりちょっと難しい。なので、低い位置にいると、頭で振るというよりは足で動かないといけないから、足の速さが結構求められるなと思う。メイウェザーも下にボンってジャブったら、すぐ足でピョンって、もうその場からいなくなるんだよね。うん。なので、まあ、なんて言うんだろう。まあ、アドバイスをするとすれば、まあもちろんね、足が速いに越したことはないけれども、ボディジャブを打つにしても、ね、この低い、パンチを打つにしても、顔前に出すんじゃなくて、しっかり、ここの、なんだろう、この、拳、手首、肘、肩、うん、ここをもうまっすぐ、ボン。その位置が一番、俺はいいと思います。くむら。呼び方覚えたよ。広告権利収入を得るためにワンルームマンションだけ全部売却しました。どういうこと？広告権利収入って。売却したお金でなんか広告権利収入みたいなものを買ったってこと？広告権利みたいなものを買ったってこと？民泊の調子はいいですよ。はい。ライト以上で世界チャンピオンになりそうな日本人いますか？本当は吉野って言いたいんだけど、吉野がライト級だからな、無理です。今のところは、誰もいない気がします。バレン何歳？ 42 歳。ピカピカの42歳です。
民泊は Wi-Fi 完備ですか？もちろんです。今時やっぱり宿泊施設は Wi-Fi 完備してないと無理だよ。なんなら固定 Wi-Fi と、モバイル Wi-Fi、ポケット Wi-Fi どっちも完備してます。亀田智樹は室城やカシメロとの交渉で返事がなかったとか既読スルーされたとか言ってたんですが、対戦交渉ってそんな感じで進めていくものなのですか？俺は違うと思います。はい、指令が出ているのであればもうちょっとしっかりね、まあもちろんね、あの指令も何もなくてただやってよっていうのでね、既読スルーされてどうしてもでもやりたかったら何回もメールするでしょ。全てがそれは既読スルーされたら、まあ、既読するか分からないけど返信がなければあもうダメだったねって言えばいいけれども、今回は対戦指令まで出てて、なんだろうね、 WBA を通せば絶対連絡がつかなかったなんていうはずはないんだよ。なんか俺はそういう言い訳すらも、なんだろう、ちょっと俺はファンをバカにしてんのかなって思う、マジで。指名挑戦権って何の意味があるんですかね。うん、ね、亀田智樹を見てるとちょっとそう思ってしまうよね。だから WBA がクソなんだよ、分かってる。本当に WBA がクソなのは確か、本当にそうなの。それでもしょうがないじゃんね。クソな団体でももうそれは団体の自由があるからね、それは自分の自由にするよ。はい、その上でやっぱりちょっと亀田智樹の今回の選択はちょっと残念だよね、ファンとしては。資産運用エクスポってのがあるんだ。なんか秋吉さん、そうなんだ。俺も広告権利とか俺よく分かってない、マジで。まあいろんな漫画その広告権利ってあると思うから、うん、まあ具体的に説明してもらわないとそれは分かんないと思うよ。
友樹と組んでる人間、バレンさんでいうところのキューピーさんに当たる人が本当に悔しがってたのを見て、ブロジョン柏村戦から逃げてないと思いましたね。ああ、そうなんだ。まあね、でもなんかもうちょっとちゃんとした説明がないと、なんかその返信がなかった、だからダメだったって言われても、なんか対戦指令出てんのになんか違うよなって思う。MMA ファンとボクシングファン、どっちが民度低い？間違いなく MMA ファンです。はい、ボクシングファンはね、民度が低いというよりはめんどくさいやつが多い。やっぱり歴史長いからね、長く見てきたぞっていうめんどくせえやつが多い。はい、民度で言うんであれば MMA ファンの方がでも絶対下です。ボクシングファンの方がめんどくさいけどね。めんどくささっていうのはまたちょっとこう、なんだろう、またまあ別なんだけれども。なぜストラサーさんは八百長事件には激怒してドーピングには怒らないと思うのか分かんねえよ俺。それはストラサーさんに聞いてくれよ。それは俺分かんねえよ。タイガータイガーさん500円ナイスパ。バレンさんこんばんは。バレンさん部屋で浄水器使ってますか？アムウェイの浄水器がおすすめです。またアムウェイビジネスとかやる気ありませんか？ないです。ないです。はい。で、ちなみにね、まあ、浄水器ではないけれども、あれ入れてます。ミネラルウォーターのやつ。はい。なんで、うちでは、はい。毎月水が送られてきて、それを飲んでます。すいません。はい。別に俺はなんか、アムウェイにそこまでなんかこう、悪いイメージは俺はないんだけれども、みんなネズミ行こう、ネズミ行こうとか言ったりするけどね。俺は本当にいいもので、それを信じてるものを紹介して売っていくパターンなら、まあ別に自由にやったらいいんじゃないと思います。ただ僕はごめんなさい。浄水器には興味はないです。アムウェイすいません。バネさんがアムウェイやり始めたらファンやめます。アムウェイの商品を俺が使うのは別にいいだろ。別に。まあ別に。いや。でしょ、ね、物はいいものあるかもしれないんだから、やっぱり俺は常にそういうオープンマインドでいたい。なんか。アムウェイ嫌だからこの商品見ないみたいなことは俺はしたくない。俺はね、人に勧め始めたらファンやめます。でも本当にいいものだったら別に勧めたっていいじゃん。1210横山さん200円ナイスパ。ドーピングにも連鎖販売取引にも厳しいバレンさんであってほしい。俺はね、連鎖販売取引については俺はね、まあもちろんさ、なんていうのかな、まあいい風には思ってない。でも俺あれって結局買って参加する人が悪いと思うもん。はいね、だって俺だったら
まずそういうような商法だってよくバーって考えてみたらね、なんだろう、そのネズミ講的なもの、マルチ的なものって最初に始めた人たちは上岡だよね、どん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 って。でも末端の人たちが絶対苦しむじゃんね。だってね、最初2人から4人、4人から8人、8人から何、今度16人ね、かける2倍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 バン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 なっていったら、どっかで日本の人口、世界の人口以上になってしまうんだから、そりゃそうだよねと思う。でもなんかそういうのって別に普通にそのシステムを聞いた時点で理解できないとおかしいよねって俺は思う。はい。なのでもし俺が何か物を買う場合には、そういうのをその連鎖販売取引、うん、っていうものをなんかやるときには、それを進める立場じゃなくて、本当にその商品良かったら俺買うよ。うん。消費者として。俺それでいいもん。和田智さん500円、ナイスパ。バレンさんお疲れ様です。遅くにチャット入りました。大丈夫ですよ。天心パパと話すごいですね。とんでもないです。むしろ、天心のお父さん、はい、がすごいです。ね、よくなんか俺なんかと話したいと思ってくれたっていうか、うん、嬉しいですよ。天心は歴代ボクシングチャンピオンのどなたみたいになってくれたら嬉しいと思いますか？を聞いてほしいです。ああ、これまでに話せたらすみません。うん、18日の中谷寺地天心も居酒屋でああでもないこうでもないします。いいね、うん、楽しそうですね。その居酒屋でのああでもないこうでもない、酒入った時のああでもないこうでもないはいいんですよ、永遠続くからマジで周りから見てるとすげえバカなんですけどね、うん、本人たちは楽しいからそれでいいんです、うん、で、まあ天心パパがどう思ってるかはわからない、うん、が俺自身はなんか天心はどのようなボクサーになる必要もないと思う。俺が一番イメージしてるのは、ゲームのキャラクターみたいな感じになってくれたらいいなと俺は思ってる。うん。はい。で、なんか今までそんなボクサーってそんなにいないから、まあ、ナジマハメドとかいろいろいたけれど、また天心は違うと思う。うん。なんかこう、破天荒な派手なことをやってるというよりは、楽しませてるっていう、わかる？エンターテインメントやってんだみたいな、感じの雰囲気を出せるのは、俺は那須川天心が初めてなんじゃないかなと思うので、俺的に思うのはゲームのキャラで、今までなんかゲームのキャラが過去のチャンピオンにいたとは思わないので初、うん、でもまあ天心のパパね、どう思ってるかわからないので、それはちょっと聞いてみたいなと思います。シリさん200円ナイスパ。アムウェイとアムロナミエは似て非なるもん。こいつ本当にくだらねえよな。よく考えるよねマジで。バンタムかスーパーバンタムか適正階級を探している最中なのか聞いてほしいな、うん、さっきも出たねこれはね。バレン結婚してるの？してるわけないじゃないですか。こんな狭いワンルームに住んでるんですよ。引っ越さないとねそろそろ今日キューピーとそんな話したんだよ俺ももうなんかもうちょっとなんかちゃんと引っ越して、ちゃんとした家に住まないとかっこつかないよねってキューピーとちょうど今日話したのよ、うん、俺は全然このまあ狭い部屋だけれども、俺全然まあどうせ寝るだけだし、
猫ともわちゃわちゃできるし、俺は全然気に入ってる。だけどやっぱベッドに猫の毛とかついたりしてさ、ね、なんか当然なんていうのか、こう人を呼べる状態じゃないのよ今の俺んちって。でやっぱちょっと、まあ、42にもなってちょっとこんなね生活だったら、まあまあね、その仮にね俺が今後結婚したいと思ってるような人と出会ったとしても、その人に好かれないだろうなと、うん、だからちょっと引っ越そうかねみたいなこと言ったら、いやバレンさんこれでいいんじゃないですかっていや俺は今のバレンさんのままの方が俺は全然いいっすよってなんか言う感じだったから、ああそうかと思いながら、ちょっとちょうど今日その話をしてましたよ、キューピーと。民泊の物件には住まないですよ、はい、無人で経営しますんで。 KBF のストライカーさん500円、ナイスパ。お前何をしようと思ったんだよお前はね、ん、KBF のストライカーさん500円、ナイスパ。バレンさんこんばんは、ご質問です、うん、バレンさんが生まれ変わって来世でまたボクシングをやるとしたら階級は何が良いですか？ウェルターです。もう間違いなくウェルター。ヘビー級ですか？ミニマム級ですか？やはり、また同じスーパーライト級やライト級ですか？いや、ウェルターです。はい。ウェルター。まず1回ウェルター級でやって、ウェルターのチャンピオンになりたい。その後、死んでまた生まれ変わって、今度はヘビー級のチャンピオンになりたい。はい。もうこの2つだけ。もうウェルターは絶対。なんならウェルターから、ヘビーまで制せれたら一番いいけど、多分それは無理だと思う。バレンさんは失礼だが結婚には向かないだろうな、主張が強すぎるよ。いやいやいや、俺はそう思ってないです、マジで。はい、僕の強い主張を受け入れてくれるような人、はい、パートナーを組める人といればいいんです。ええ、そうだから俺はもう結婚を目的にしてないんですよ。でしょ、うん、そういう人とならじゃあ結婚というツールを使いましょうかと思ってるから。ニヤニヤ言ってもダメだよお前。ぶっちゃけステロイド打ったことありますか？ないです。このニヤは何かを訴えてるニヤだね。話してほしいんだろうね。ダメ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 、分かったよ俺はもう。猫はちょうど今ね2歳と4ヶ月。この先誰かと付き合ったとしてめちゃくちゃ好きだ、結婚したいと強く思わなかった場合は結婚という選択はしない感じでしょうか？はい、しないと思います。猫以外飼ったことありますか？はい、犬飼ってました、ナイジェリアでは。
ぶっちゃけキングレイナーの AV、 キングレイナーって AV 出てんの？そうなんだ。実物バレンさん、モテるオーラ出てました。マジで？川村さん最高、ありがとうございます。全然モテないんですけど。横山さん500円ナイスパ。ドーピング検査でバレないです。ドーピング検査でバレないですが、見た目がタイソン・フューリーになります。しかし使えば間違いなく世界チャンピオンになれるドーピングがあったら使えますか？絶対使わないです。はあ、いいです。俺世界一弱い、アンソニー・ジョシュアみたいな、アンソニー・ジョシュアになるか、世界一強いタイソン・フューリーになるんだったら、俺は世界一弱いアンソニー・ジョシュアでいいです。はい、全然いい。いい。その時はコンバットスポーツという方法を選ばないだけだから、別に、うん、他で成功してあげます。ピナリさん、バレンタインさん、六本木でこの前見かけたけど、かなりかっこよかった。いやありがとうございます。まあね、まあ私自分で言うのもなんですけど、はい、よそ行きの格好してるときは私かっこいいんですよいつもね、寝起きとかね、なんだろうね、本当はこうやって動画に出るときほどおしゃれしないといけないんだろうけど、ダメなんだよな、俺その感覚がないんだよ。そういう風にやっちゃうと続けられないんだよ俺。ドクターカウバルトリンさん1600円ナイスパ。私のモヤモヤです。ボクシングファンの中にはボクシング経験者や元ボクサーも含まれるけど、会場に来てる8割以上の人はやったことがない人だと思うし、自分もやったことがないです。うん、 80% どころか 90% がそうですよ。一番モヤモヤするのが硬いパンチと重いパンチの話になった時、うん、体感したことがないからわからない。どう違うんでしょうか。そして井上とタイソンのパンチ力の凄さがわからない悲劇。言語が得意なバレンさんに教えてほしい。ね、井上とタイソンのパンチは硬くて重い。はい。で、じゃあ硬いパンチってどんなパンチかっていうと、硬いんだけれども、ね、じゃあ軽いパンチがあったとしよう。硬いのよ。じゃあさ、レゴブロックみたいなもの、すげえ速さでパーンって投げられたら痛いでしょ、当たった部分は。パーンって。でもさ、ちょっとなんかよろけるとか食らったみたいにはならないでしょ。わかる？レゴブロックを思いっきりピョーンって、なんだろう、野球のピッチャーのようなスピードで殴られたらパーン、さーってなるけど、それで、なんか聞いてヨロヨロしたみたいな感じにはならないと思うんですよ。わかる？レゴのワンピースのブロックをピュンって投げられても。でしょ？うん。でも、じゃあ、トンカチ。ね？うん。でもトンカチ硬いじゃん。なんで、トンカチの周りに、スポンジを何個もぐるぐる巻きにします。で、そのぐるぐる巻きにしたトンカチで思いっきりスポンジでね、ぐるぐる巻きにしたトンカチを思いっきり頭ボーンってぶん殴られたらね、多分血を流したりとかそういうような痛みはないと思うのよ。レゴブロックの時は血出るかもしんないね、ちょっとね。でもクラッとならないでしょ。でもこのトンカチの周りをスポンジで何重にもぐるぐるしたものを頭を思いっきりボーンってぶん殴られたら、血は出ないかもしれないけれども、ちょっとこのくらってなる感覚、わかりません？言ってることわかる？はい。で、井上尚弥とマイク・タイソンのパンチは、このトンカチに、このぐるぐる巻きのスポンジがないような感じ。ちょっとイメージできた。硬いパンチと、重いパンチの差。ライジン40さん320円ナイスパ。
ハビブです。嘘つけ。ドーピングなしで全 UFC38 ラウンドで2ラウンドしか取られない私を褒めてくださいね。うん、ハビブヌルマゴマとんでもないよ。うん、すげえよマジで。彼こそパウンドファーパウンドだろうね。うん、間違いないよ。うん、ジョン・ジョーンズ持っていたいけど彼はやっぱりドーピングで捕まってるしね。うん、やっぱり、うん、最高選手はやっぱりハビブ。続いてあれだな、やつ、デミトリアス・ジョンソンじゃない。タイガー・タイガーさん500円、ナイスパン。アムウェイ製品でコスパいいな浄水器です。はい、年1回のフィルター交換2万5000円で済みます。おアムウェイのシャンプーリンス系は石油系が入っているので体に悪いので別でオーガニック製品を使っています。バレンさんは人望があるのでいけるかと。はい、いけると思いますけれどもすいません。私マルチには興味ないんですよ、すいません。はい、まあでもそこまで進めてくるということは多分タイガータイガーさんが本当にその製品に自信があるんだと思う。ええ、はい、ごめん、やりたくないんだよ、そのシステムで物を売りたくないの。うん、いつか俺もね、もしかしたら、家に何ていうの、浄水器を入れたりするときに、あ、アムウェイの方がいいんだと思って消費者として普通に買うかもしれない。でもごめん、多分僕がその何ていうんだろう、アンバサダー的なものになることはないと思います。お許し願いたい。なんていうの、銀の盾が届いて、その祝いをするときは髪の毛銀にしますね。うん、本当に。ナイジェリアで好きだった先生は一人もいないです。日本で好きだった先生は小学校6年生の先生と小学校5年生の先生で、未だに会って飲みます。はい、俺9月の末に宮崎帰るんですけど、その時も会うと思います。銀の盾は、はい、一応申請しますよ。なんていうのかな、この住所に送ってくださいみたいな。はい、それを確かキューピーがもうやってくれてると思うので、あとは待つだけです。ね、だからその銀の盾を飾るところとかっていうのも考えた時に、もうこの家飾るところないんだよね。うん、ほんと、なんて言うんだろう、なんか倉庫みたいなところに住んでるからね、マジで。洋服もバカみたいに多くて、なんかそういうのはちょっと考えるよね、本当に。ジルチさん200円、ナイスパ。銀の天下をお送りした方がいいですか。いらねえよ。天下使わねえし。バネさんの収入源何ですか。不動産とか資格業とかいろいろありますよ、 YouTube だとか。はい、
内山さんのクリスタルの件はまだやってないのよ。だからやらないといけないんだけど、はい、あのビデオに収めたくて、あの YouTube に収めたくて、うん、バレンさんは金銭欲、性欲、承認欲、食欲、どれが一番ですか？性欲。はい、もう性欲が一番パワーがあるから、金銭欲、承認欲があるんだと思う。食欲は別にそんなにないです。お断りありがとうございます。100人断られてこいって言われてるの大丈夫ですよいいですね。まあでもなんかそういうメンタルの人がやっぱりやる営業っていうのはやっぱりパワフルだよね。うん、そのアムウェイアムウェイじゃないに関わらず、それは本当にそう思う。うん、だって本当にその商品が好きでとかね、その商品の良さ分かんないとできないもん。それはや歴史に残るボクサーになりますか？はい、もう今もうすでに今の時点で、はい、今やめたとしても歴史に残ります。ええ、宮崎でおすすめの店ありますか？僕が一番おすすめしたいのは自分の友達の店で、一番街の中でずっとあるんだけど、串万太郎。はい。この串万太郎、まあ、串屋なんだけれども、ここのせせりがマジでうめえから。G ハイボールさん、320、ナイスパン。バレンさん、こんばんは。勝利が嬉しくて、トップレースになった女子ボクサーがいますが、やはり非常識と思いますか？うん、非常識だと思うね。はい。まあちょっと何のためにやったのかわからないけれども、俺が思うに、やっぱり世の中社会的に女性の体の扱いと男性の体の扱いは違うと思うんだよ。うん。で、違っていいと思ってる。だって別に女性の扱いの体の扱いが、なんかよりデリケートだということは、別に女性をバカにしてることにはならないと思うから。うん、そういうところから、なんかそのなんていうの、女性の体を汚れたもので、見せたらなんていうの、いけないとかそういうことじゃない。よりこうなんていうの、こうなんだろう、デリなんていうのかな、こう神秘的であるものだと思われてると思うのよ。うん、なのでなんだろう、まあまあだって嬉しくてトップレースになったとかじゃなくて、なんだろう、あえてトップレースになったんでしょ。うん、何かのちょっとこう政治的な主張があるんでしょ。絶対なんかあったと思うんだよ。うん、じゃないとそんなことしないよ。井上直樹の妻、200円、ナイスパ、いつもありがとう。井上直樹がマクレガーとケージの中に閉じ込められたら何日持つ？いや、何時間持つ？いや、何分持つ？永遠に持つんじゃない？だって井上尚弥がマクレガーとケージに閉じ込められるだけでしょ。うん、マクレガーはバカじゃないから、そんな井上尚弥に何かするなんてことはないよ。うん、それからまず井上尚弥とマクレガーがケージの中に閉じ込められるというほぼありえないぐらい、例えばマグニチュード100ぐらいの地震が起こって日本が沈むということぐらいの、確率しかないようなそのシチュエーションをわざわざ考えることに何の意味があるのかを逆に教えてほしいです。ノブイリチェルシーさん、これはきっと2000円ぐらい、ごめん3000円かな、
間違ったら許して、ナイスパ。バレンさん、ロジカルを追い求めている感じがふつふつしていますが、どう考えてもこれはロジカルじゃない。性欲をどう突き動かされてもロジカルには到底ほど遠い状況でも、ロジカルを捨てるとやれるって場合はやっぱりやりますか。あとこれは好きだなって、全然ちげえじゃん。それはトレーニング教えてください。一番好きなトレーニングは縄跳び。はい、本当になんか一番、全てのコンディショニング、足腰の強さ、ボクシングのリズム、立ってやる競技には一番いいと思う、縄跳び。はい、トレーニング王様だと思ってる。リズム感とか全て、うん、遊び感覚でやれるし、かっこよくなれるし、かっこいいし、うん、で俺はロジカルを捨てればやれるんであれば全然捨てます。はい、速攻捨てます。誰よりも先に捨てます。いらない、ロジカルなんて、やれればと思ってる人間です。よろしいでしょうか。マグニチュード10超えたら地球持たないだろう。まあね。バレンさんと DJ ソーダをケージに閉じ込めたらどうなりますか。いいね。俺なんかこう閉じ込められて、あのソーダのうーいーをやってほしい、マジで。すげえ喜ぶ俺、本当に。そのシチュエーションはいいな。いやー、まあ散々ね、彼女のことね、バカとかいろいろ言ってるから、きっと絶対俺の YouTube も見てるだろうからね、うん、話は入ってると思うのよ、彼女にも。だから多分絶対俺のこと嫌いだと思うよ。DJ ソーダと結婚ありですか？なしです。でも DJ ソーダとセックスはありです。はい。なので、多くの女性は、なんていうのかな。あのね、セックスできると、その男は、なんか自分がゲットできるあたりの男だって思ってる女の人って結構多いんだけれども、そんなことないから。はい。あなたとは結婚はしないけど、セックスできるなんていう男はいっぱいいるんで、うん、最近の世の中のバカな女の子たちはそんな感じなんだよ。あのパパ活とかやってすげえ男にね、めちゃめちゃ怒られてるもんだから、私は必然的にこのレベルの女なんだって思ってるバカがいっぱいいるわけですよ。うん、そいつらはセックスのためにあなたにお金を払ってはくれるけれども、あなたと関係は作ってくれませんよ。バレンも婚労はしないの？まあ今はもう婚労したいという思いはもうないです。ずっとやってたから。はあ、うん、20歳から40まで一番やった髪型が婚労だからね、ずっとやってたよ。もういいかな。FX に興味ありますか？あります。あることはあるのよ。うん。あることはある。でも分かんないから。分かんないものには俺は手は出さない。うん。自分がしっかり考えて、あ、よし、これはこうすれば俺は勝てるだろうという自分なりの、論理があるまでは僕は絶対にやらないです。
俺ちなみにコンローで外資いましたけれども、営業に変わった時はやっぱり髪切りましたよ。ダメでした、やっぱり。それは当然だよね。うん、バックオフィスにいた時にはコンローでもドレッドでもよかったので、ずっとコンロードレッドやってましたけど、ジョビンと磯山さやかが付き合ったら友達辞めますか。いや、友達は辞めないけど、多分今までにないぐらいの悔しさが込み上げてくると思う。その時にはマジでやべえ、俺ジョビンに負けてんのかなって思ってしまう。マジでそれだけはあってはならんことだね。でもね、ジョビンはああいうふくよかな人好きじゃないんだよ。うん、なので絶対ないと思う。FX は少額からやるなら賛成、大金でやるなら株。うん、よく言われることだよね、それはね。うん、本当にやっぱりいずれは俺もだから FX だとか株だとかなんかどっかでまあ勉強するのかもしれないけど、でも俺やっぱりこう興味はあるのよ。でもまあまだなんかこうハマってるとか勉強したとか何もないから、だから全く何も手を出してるとかっていうことではないよ、俺は。うん、自分が分かる範囲、うん、自分がコントロールできる、はい、俺やっぱり人生で一番大事なのは自分がコントロールしてるっていうその感覚だから、うん、全てのことを俺はそうしてます。美女に弱くてノーアリルール最近は無理ですよ。まあ美女に弱いのはみんなですよ、そんな。はあ、美女どころか俺は、いや俺マジで、俺ね、はっきり言ってこの世の中、男性と女性がいて、男性の方が圧倒的にやっぱりそのなんて言うんだろうな、体の機能としてはね、動物的な機能としては女性よりやっぱり俺優れてると思ってる。うん、でただね、まあもちろん得意不得ないエリアはあるけれども、争ったらやっぱりよりすごいのは俺男性だと思ってる。それそこが女性と仲良くなるためにはね、この男性がこの女子力、女性という性に弱くないと絶対成り立たないと思うもん。なので全然俺は男は、女の子に弱いで全然いいと思う。特に可愛い子に弱い全然いいと思う。レッツ赤羽さん200円、ナイスパ。18歳の女子社員が入りました。他の女子に綺麗な人ですねと聞かれました。なんて答えたらいいですか。あーあーねー、難しいよね、そういう女の子のトラップクエスチョンね。俺はもし彼女と歩いてて、あの子なんか可愛いねって言われたら、俺はこう言う。え、どの子って、え、どれ、あの子は今気づいたみたいな感じで言う。要はあなたしか俺の目には入ってないよっていうのを案に見せる、俺はね、うん、俺はね、俺なら。ただ会社で、うん、会社で、なんか言わ、あの人綺麗だねって他の女の子から言われて、そのあの人綺麗だねって言われた子に俺がちょっと興味があるとか、この子いいなって思ってたら彼女と同じ対応する。まあマジで、あーまあ、うん、まあ好みなんだろうなって、うん、俺はごめん、なんかそうあんまりそんな感じじゃそうは思わないなって俺は言う、うん、でももしそれを聞いてきた子がどうでもいい子なら言う。あ、可愛いねあの子ね、うん、綺麗だねって言う。はい、いろんな状況においてあの対応を変えると思います。ロッキーさん500円、ナイスパ。バレンさんは綺麗な元男と
元男としてみたいと思いますか？絶対思わないです。自分も女好きですが、してみたいという興味あります。マジで男性の気持ちいいところを理解しているので、相手が可愛ければですが。あ、まあでもいいんじゃん。でも確かに俺もこれだけは思う。あのね、もしあなたが元男なら、俺はもうそれをぜひ俺に言わないでくれと。うん、だってかなり可愛いってことは、もう元男だってことは、俺の頭の中では要はね、聞くまでは分かんないってことでしょ。だって元男ってのが分かった時点で、見た目でね、もうそれは可愛いうちに入らないからでしょ。うん、なんで可愛い綺麗だってことは、その人が元男だってことが分かんないってことじゃん。なら俺は思う、どうかそれを最後まで隠して俺とそういうことしてくれよって。うん、そう。ただまあ実際ね、そういうことやってついてましたとかってなったら俺はショック受けるから、どうかやめてよ。うん、だけどそう、もうどうせ完璧にやってるんだったらもう言わないでって思う。はい、言わなければ別に俺幸せなままでいれるから。ミヤッチさん800円、ナイスパ。那須川会長に聞いてみたいこと。息子のキックボクシングのレベルが高くなりすぎ、彼の見てる感覚や世界、格闘技 IQ に理解できなくなることもあると思います。おお、通常だと距離を置いてしまいそうですが、会長はどのように向き合い続けたのか。あー、確かにそれいいね。それなんか井上尚弥のお父さんにも聞いてみたいよね。うん、ね、面白い質問ですね。ありがとうございます。できればこれ終わった後のアイカーブのコメントにも書いてください。お願いします。ホリウモンはニューアップにフェラをして、フェラされるよりスローが気持ちいいと知ったと言ってましたよ昔。絶対俺にはね。絶対俺にはね感覚です。さあ、では23時になりましたので、はい、本日のライブも、これで終了とさせていただきます。また、来週水曜日会いましょう。じゃあねー。